ですね、2017年8月の28日、15時56分です。おはようございます。珍しくパッとショートスリープで起きました。おはようございます。寝起きです。完全に今日も喋って喋り倒そうと思います。よろしくお願いします。コーヒー取ってきます。はい、ワトツー、さやちゃんいらっしゃい。ワトツーです。Facebook の申請許可ありがとうございます。辰彦とつながってる？嘘？マジで？嘘？あ、辰彦に俺申請飛ばしての。どれだろう。ちょっと待って、俺適当にポチってやってたわ。辰彦？ちょっと待って。どれどれ、辰彦？どれ？どれだか全然わかんない。どれだろう。ん？ Facebook 始めたの。どれだかわかんないんだけど、辰彦。どれ？辰彦。どれだ？全然わからん、全然わからん。俺じゃないんじゃないの？俺のアカウント？僕が申請して和道さん許可取ってくれた。辰彦いるか？俺、辰彦の本名わかんねえかんな。なんかサムネがわかりづらいんだって。あの顔のやつ、それにすればいいのよ。バブー辰彦でやればいいのに。そのサムネめちゃめちゃいいんだから。ね、優秀なエスさんがいるんだから。まあ、俺のステアカとかないよな。どれだろう。いいね押して、いいね。 いいね押されないと分かんない。まあいいや、つながったんならつながったんで。全然、Facebook つながりたい人ぜひぜひ登録してください。なんか瓶のサムネしてるやつ。ていうかさ、辰彦最近コメント書いてくんないんだもん。昔はさ、めっちゃコメント書いてくれたのにさ、挨拶だけでさ、ふわーっとどっか行っちゃうんだもん。ふわーっと。あ、これか。あ、ありがとう、ありがとう。今、いいね押してくれたわ。あ、これそうなんだ。あ、本当だ。嫁がいる。嫁、いいんでしょ。嫁。相変わらず、なんか、嫁、いいな。いい。ゆうゆう、今、ショートカットの金髪なの？もうショートカットの金髪、ゆうゆう、めっちゃ可愛いじゃん。ゆうゆう、金髪似合うね。なんかね、辰彦最近もうなんか一発の配信者に変わっちゃったからさ、もう絡んでくれないんだよ。桜花ちゃん、こんにちは。楽しんでて。てか辰彦坊主っぽい方がかっこよくない？めちゃめちゃいかついじゃん、これ。辰彦坊主似合うじゃん。めちゃめちゃ坊主かっこいいんだけど、髪短い。2ブロックみたいな方がいいんじゃないの？2ブロックか、今一応。なんか楽天の三木谷さんみたいになってるからな、今。ね、嫁ちゃんが可愛いね、相変わらず。あ、ショートにしたんだ。
ゆうゆう美人だからショート似合うよね。うん、楽しんでて、おかちゃん。お邪魔してください、もう暴れてください。坊主に本当はしたい。あー、でも仕事とかね、やっぱゆうゆうのゆうゆうがこれがいいっていうのがいいよね。可愛い奥さんいるから、うん、おい、しょうゆさんこんにちは、お疲れっす。今日はね、スケボーね、チックタックっていう技を練習しようと思います。今日はチックタックをマスターして、基本中の基本技らしいです。初めて技にトライしようと思って。ユッキーこんにちは、ユッキーさん、 TCP さんこんにちは。はい、ワード2、ユッキーさんいらっしゃい。あー、来てよ来てよ、全然嬉しいよ、ウェルカムだよ、いつでも来て一緒に楽しもう人生を。筋肉痛はあんまりなくて、関節が痛かったり、やっぱりこけた時の内向きな足腰強いんで、意外と子供の頃からプリケツなのケツと太ももはね、結構得意なタフな筋肉なの。あ、俺の放送落ち着く、ありがとう、すげえ嬉しいわ。なんかね、すげえいい動画見つけて、その俺がやりたい技とか、そのノーズとかさ、テールとかやっと覚えてきて、うん、サクッとらいらっしゃい、うん、怪我せん程度に。怪我してるよ。おい、リンゴさん、やっほー、お疲れ、うん、TCP 多いね今日。テルチャンピーやってないの、うん、俺意外とプリケツなんだよ。そう、ケツと太ももすげえ太いの。電動スケボー40キロ出るタイプがあるんだが超面白い。30キロだったりね、やばくない？ 40 キロって結構速いぜ。いや、原付とかでも速く感じるのにさ、40キロスケボーで出したらコナンでしょ。そんなのあるんだ、怖っ。いやー、もうドハマりしてるよ、超面白い。サーフボードめちゃくちゃ面白い。もういろんな街で早くやりたい、こう上手くなって。タバコ残ってるっつうか買ったね、タバコあるよ、ストック。どうしたの、醤油さん、タバコあるぜ、大丈夫だぜ、うん、くねくね早く動きたいぜ。なんかスケボー仲間、スケボー仲間が欲しいな。もうなんか言葉のやり取りじゃなくてスケボーで語り合いたいねスケボーをくねくねしたい。スケボーやりたい。でもね、やっぱり夕方とかにならないとできないんだよね、練習。サーフボードって言って、あのスケボーよりもくねくね動く、そがり技ができないのね。クッションがない、クッションが強すぎるっていうのかな、うん、サーフスケートだね。サーフボードじゃなくてサーフスケートっていうやつです。楽しいよ、運動は楽しい、楽しい、すげえ面白いよ、うん、すげえ面白い。ストックしていくタイプ、自分はなくなったら買いに行くパターンなんで。あのね、違うんだよ、配信やってるから4時間とか6時間とか平気で部屋の中にこもらないといけないから、ストックしておかないとさ、一回配信切ることになるから。俺も普段は買いに行くタイプだったんだけど、あの配信やってるとどうしてもね、あの身動き取れない。そうそう、サーフスケートっていうジャンルがあって、俺もリスナーさんに教えてもらったんだよ。全然知らなかった、見たことはあったんだけどやったことはなくて、あ、これなんて言うんだろうっていう。サーフスケートね、サーフスケート。すげえ面白いよ。あれ、女の人でもできると思うよ、2、3日やったら。で、スポーツ好きな人は多分ハマると思う、俺の予想、うん、ずっと配信してるとまあ1箱半ぐらいになっちゃってるかな、今ちょっと増えてるね、ちょっと増えてる。
ホワイトニングとかします？してない。しないとね。金つかんだら歯科矯正もやりたいしさ。そういうところに金かけていかないとダメだよね。やっぱ俺、ネットタレントじゃん。スーパースターじゃん。やっぱ芸能人、歯が命って言うから、やっぱやっていかないとなと思ってるよね。ワドさんめっちゃ楽しんでる様子、のんちゃんがサーフボードにちょこんと座ったりしてる姿に燃えました。のんちゃん可愛いでしょ？のんちゃんめちゃめちゃ可愛いんだよ。おばさんだけど、のんちゃんは。可愛いですよ。可愛いおばさんですよ。47歳でね、本当に子供みたいだからね。すごいよ。なんか、さすが引きこもってただけあるよね。時が止まってるんだよ。てか最近のおばさん綺麗な人多いよね。本当に。綺麗な人多い。日本の未来は大丈夫ですよ。高齢化になっても綺麗なおばさんいっぱいいますから。花火師さんと仲良しなの？いや、連絡こつで取り合ったりとかないよ。全然大人な関係だね。むしろ俺に花火投げてくれる人って、なんて言うんだろう。俺に花火投げてくれるってね、人ってね、なんつうんだろうな。そんなに、あんまりこだわりがないっつうか、俺のことをよく理解してる人っていうか。だから、あんまり電話かけてきたりしないよね。用事がある時とか、よっぽど言いたいことある時しか電話かけてこないよね。のんちゃん可愛いよね。結構おっちゃんからファンが多い、のんちゃんは。のんちゃん可愛いよね、つって。のんちゃんのファン結構いるんだよ。のんちゃんでもメイクしないからね、すっぴんだからね、いつも。石野に花火あげてた。石野に花火あげてた。誰が？俺花火あげてないよ。今度ブレイブボードに乗っかってみ？難しいんだぜ。ブレイブボードっていうジャンルあんの？ブレイブボード。ブレイブボード。ちょっと待ってね。ブレイブボード。ああ、これ子供がよくやってるやつじゃない？子供に流行ってるやつだよね。一輪のやつだ。これもなんかくね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 やってるよね。これ難しそうだよね。一輪は無理かな。子供がうまくやってるよね、ブレイブボード。これはもっと難しいだろうね、確かに。知ってる、見たことある、見たことある。子供がすげえ器用に乗ってるよね。ひかりちゃんいらっしゃい。楽しんでて。BGM 聞きに来た。美人さんいらっしゃい。いいね、ありがとう。サクトラ、むしろ知らなかったわ。こんなに応援してくれてたんだね。ありがとうね。すげえ嬉しいよ。ありがとう。愛情を感じたよ。Facebook 今たまたま開いてたら、サクトラいっぱいやってくれてて。俺乗れるかな？どうだろう。今はサーフボードでいいかな？とりあえず。今サーフボードにはまってる。マドンさんってもともとはアウトロー配信者でしたか？僕アウトロー大嫌いですね。僕アウトローではないと思いますよ。ただのアスペです。ああ、ありがとう。花火50個ありがとう、麦さん。どこ行くの？お出かけ？楽しんでってね。ありがとね、アイテム。俺は全然アウトローじゃないよ。だから見た目、目つき悪いからね、そういう風に見られたりとか、あとなんかもう変な喧嘩とつかかってくるとイライラしちゃうから、言いまかそうとしちゃうのよ、俺。昔から。だからそれでアウトローだと思って。俺サーフィンはね、苦手なんだよね。多分ね、サーフスケートやっててもサーフィンには行かないと思ってる。っていうのも、なんだろう。やっぱほら、車持ってないとできないもんだし、続けられない趣味っていうのはあんまやりたくないから、多分サーフィンはやんない。結構いろんな方来てくれるから、勝手に画像使ってすいません。あ、いいよいいよ。旅団なんだから使って、使って。サクトラは全然使っていいよ。まあ、別にアンチ活動しようってわけじゃないしさ。サクトラがそういうつもりでやってるわけじゃないの。タイトル見てわかるから。スノボはやったことないですね。スキーだけかな。スキーは2回あるけど、スノーボードはね、友達が骨折とかしてて、絶対やらねえと思って。結構運動神経いいやつが骨バキバキに折ったりしてて。サーフィン2回やったことあります。そうそう、お疲れ。いつもありがとう。そうそう。そうそう。うなちゃんマンが言ってたけど、そうそう、よく聞いて。そうそう。ああ、サムネをよ、コロコロ変えるやつはよ、
メンヘラだよ。って言ってたから、サムネをコロコロ変えるやつはメンヘラだから。タイトルに愛がある。わあ、愛があるね。和道さん好きな人おいでってね。あえてアンチを煽っていくスタイルね。スノボ面白いんだ、リンゴさん。膝擦れなかった？下手れ、いや、膝擦れるどころかコンクリートにバッカーン打ちつけてるよ。一回サーフィンはロングボードを波に乗っかったことは一回あるよ。あ、髪切ったんだ。はい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 。本当だ。ツーブロック。写真が正方形じゃない。ひかりさん、似てますか？いっす、ありがとうございます。そんなに似てますか？いっす、ありがとうございます。肘か。肘？何？スケボーで？肘っていうかね、打撲、バチャンって、ガッてこう打ってるね。ガッと。痛いよ。ガッてこう。思いっきり打ってる。超痛い。もう30過ぎてさ、コンクリートにバッカン打ちつけられたらめちゃめちゃ痛いよ。本当に。ミカポがのび太に120、200発、大花火70発投げた。へえ、景気いいね、みんなね。スケボーよりも、スノボの方がスピードが出るから大怪我するんだって。いや、ヘルメット買おうかなと思ってて。本当に、このままだと頭いつかやられるなと思って。でも今日も楽しみだよ、練習。もう超やりたい、もう。夕方になったらまたやり行こうぜ。超楽しみ。すっげえハマってる。マイブームだよ、サーフスケート。毎日1時間半から2時間ぐらい練習するのを日課にしようと思ってる。わかるでしょ、ヘタレンさん。年取ってからさ、コンクリートにガチャって打つとさ、びっくりするんだよ。もう子供の頃思い出すっていうかさ、転ぶことってなくなるんじゃん、大人になると。だから、えってなるんだよね。こんな痛えのみたいな。 こんなに体使うっけみたいな。いい趣味ができたよね。はい、そうそう、いつもありがとう。そうそうさんから花火いただきました。ありがとうございます。そうそう、いつもありがとう。いいっすね、いいっすね。あ、めっちゃ嬉しいわ、ありがとう。やっぱね、始めたての、なんつうの、枠開いてから花火もらうとね、テンションバチン上がるよね。ありがとう。たまやーっつって気持ちいいね。ありがとう、テンション上がったわ。サーフスケートののりことの配信は好き？のんちゃんいい子だよ、サクッとら。あんまり偏見持たない方がいいよ。あの子別に普通にいい子だよ。この前こけた瞬間死んだと思った。痛いっすよね、もう本当に。超へこむ。サッカーも面白いね。フットサルをこの前やって、テレチャンピンの企画で面白かった、すげえ。フットサル。俺が言ったんじゃないよ。うなちゃんマンが言ってたんだよ。うなちゃんマンが言ってた。いやー、こけた瞬間痛いけど生きてる実感があるよね。あ、やっぱ痛みって生きるってことなんだなって本当思うもん。痛いってこういうことなんだって。のりこにババア言われたのは許さない。 いや、のんちゃんは煽り耐性ないから、煽られると煽り返す癖があるから、普通に話したら普通に話せる子だよ。ポジションどこだと思います？サムネから察するに意外とディフェンダー。左サイドかな。左サイドのウィングかな。ウナの真似が好き。サンマにブロックされちゃったかな、俺。サンマの放送最近全然見てない。もう3ヶ月ぐらい見てないよ。サンマの放送見たいのに。のんちゃんはね、煽られない限り自分から煽ってこないよ。普通に絡んだら普通に対応してくれるよ。煽っちゃダメよ。徐々に徐々に。キーパーなんだ。へえ、意外だわ。キーパーなんだ。キーパー一番難しいかな。キーパーは責任感ほんと大変だし、あと
意外と指示出しをしないといけないんだよね。その全部見えてるからグラウンドが、そのポジションの確認とか声出さないといけないの。キーパーのポジションだからね、ずっと声張り上げっぱなしだもんね。おいミキちゃんこんにちは。部長の手術の話ばっかいやもうね、さんまもおじいちゃんだから。点入れられるところみんなこっち見てきてすげえ罪悪感ありまくり。でも止めた時の爽快感はすごいでしょ。ブロックした時のパチンって止めたら、多分それはキーパーにしかさ、わからないさ。ポンスケはキーパー向き。キーパー難しいよ。もう反射神経オンリーだからね。しかもほぼ勘も良くないとダメだから。やっぱり勘で飛ぶらしいよ。その野生の勘で。パーンと飛んで、パンチングですよ。俺は絶対無理。あのさ、サッカー部とかやってた人ならわかるんだけど、その J リーグとかさ、プロサッカー選手のシュートってどれくらい威力があるかっていうと、さ、俺サッカー部いたことがあるのよ、実は。ちょっとだけ。サッカー、それすっげえ上手いストライカーのキック見たことあるけど、球がギューンって言うんだよ。風切って。知ってる？球はギューンって言うの。風切り読んで。あ、フットサルやってんだ、光さん。へえ、女の子なのに。怪我しちゃうよ。せっかく可愛い顔してんのに。怪我しないでね。うん。へえ。あ、そうなんだ。いいね。美女がサッカーってなんかオツですね。止めた時は自分の足でおっしゃーって、ね、見たかって感じだよね。点を止めるっていうの要だもんね。ロベカルのね、俺らの世代はね、やっぱロベカルだよね。弾丸ね、レコパとかね。化け物だよね、あれ。弾丸系いっぱいいたよね、俺らの世代。ロベカルだよね、やっぱりね。当時の全盛期のね。あんなちっちゃい体でバネが半端じゃないもんね。なんだろうね、あれ。ブラジルはほんとスター選手いっぱいいるもんな。面白いよね。あんだけできたら気持ちいいだろうな。あれは骨折れるだろうね、余裕で。キーパーも、あの本当の弾丸シュートは。メッシ、クリスチャーノ・ロナウド、ネイマールですかね。ねえ、その前があれだよね。ブラジルのなんだっけ、クネ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 ドリブルする人なんだっけ。ねえ、なんだっけ、あの出っ歯のロナウジーニか。ロナウジーニョ、ロナウジーニョがだから前のスター選手の世代でしょ。世代交代早いんだよね。ニコラスさんこんにちは。今朝はおっしゃいましたが、あれから第3ずいぶんいたんですか。いました、いました。もうでも見なくなったっぽいんで。ネドベペ好きやーっつってね。サッカーはだからね、欧米の選手とかすごいよね。本当に運動神経いい人はいいよね。なんか楽しいんだろうなーっていう。だから俺らの世代、ほらロナウド、ロナウドだよね。ロナウドとか リバウドだっけ。ロナウド、リバウドとか、ロベカルとかかな。ロナウジーニはもう引退したんじゃないの。まあサッカーはすごいよね。本当に奥つかめるもんね。奥どころじゃないもんね。昔の FK が好き。今のは曲げてるから好きじゃない。曲げるのも曲げるので芸術的だから面白いけどね。その回転系でこう綺麗に鮮やかに決めるよね。ベッカムみたいなね。昔はもうズドンだもんね。ドストレート、スピードで勝つみたいなねえ、すごいよね。とんでもない距離から弾丸ぶち込むかんね。ああいう選手って育たねえ、無理。どうなってんだろうね。あとさ、ディフェンダーなのにさ、ガンガン切り込んでいくのがいいよね。弾丸走る、走力で。ロングシュート好きです。綺麗に決まる。かっこいい。まあキーパーの人はロングシュート得意だもんね。
意外とそのディフェンダーとかさ、キーパーの人ってさ、遠くから打つの得意だからね。キーパーの時は対処しやすいんじゃないの？ロングシュートは。軌道がブレるのかな？ロングシュートって取りやすいんじゃないの？違うの？嫌なの？打たれて。でも俺サッカーはあれだな、もう無理だな、あんな距離走れないよ。65センチもあんだ、すごやばいね。タバコはね、アメリカンスピリットだね、アメスピ。前はねずっと丸ボロだったんだけど、リスナーさんにずっともうタバコ買えなって言われてて、タバコやめろって言われてて、やめないって言ったら、じゃあアメスピ吸えって言われて、初めて説得されたかな、リスナーさんに熱弁されて。その地球環境のこととかタバコの害悪について結構勉強して、あ、それだったらじゃあこっちにするわっつって。遠くにいるときは少しディフェンスのスペース、遠くにいるときは少しディフェンスのスペース埋めるために前に出てるので、いきなり、あー、なるほどなるほど、そっかそっか、ラインを上げてるのか、その時にいきなりぶち込まれるから不意打ちみたいな感じになるのか。あ、オリバー・カーンね、懐かしいね。オリバー・カーンはね、すごいキャラも立ってて懐かしいな。そうだそうだ、うん、懐かしいね。まあでもサッカー全然わかんねえかんな俺、うん、日本は何、日韓でワールドカップやった時の8位だっけ、16位だっけ、あれが最高記録なの。日本人でサッカーどうなんだろうな。 J リーグって強いの？実際日本人のサッカーって強いの、うん、どうなの日本人のレベルって。今ホンダとか言われてるじゃん。もうサッカー全然見ないからわかんないんだけど。いや俺はだからサッカー自体が大っ嫌いなの、うん、サッカー大っ嫌いなの俺。サッカーと野球大っ嫌いなの死ぬほど嫌いなの。嫌い何回って、10分近くお前熱弁してただろ。俺は今ウィニングイレブンの話してたから。のんちゃんはお母さんですか。あ、お前ブロック入れるよ本当に。稲本がいた時は好きだった。いや全然わかんないわ、稲本が誰なのかわかんない。そのコメントが面白いと思ってるんだったら不快でしかないんだけど、ただ単に俺にとって不快なコメントでしかないんだけど、うん、もっとコメントセンス磨いた方がいいよ本当に。でしかないんだけど、ただ単に俺にとって不快。よいしょ、だいぶ年上だけど、うん、だいぶ年上だけど、あ、ブロックだわこいつ。はい、ブロックでーす。バスケットは大好きだの。見ても面白い、やって面白い。もう完璧なスポーツは俺バスケとか、あとなんだラグビーとかも面白そうっていう、戦略があるゲームが好きなんだよね、運動神経プラス。あ、そうなんだ、オーストラリア戦やるんだ。ここはいいんだけどまとまりがないから引き立たない。あ、そうなんだ。逆に俺チームプレーが得意なイメージがあったわ日本、うん、日本で個々の選手はいいんだけどチームプレーがダメなタイプなんだ。へー、いや全然ブロック入れるよ。フォローしてないでグダグダ言ってるやつはブロックだよ。だって俺からしたらさ、応援する気ない、花火も投げない、フォローもしない、でコメントで煽ってくるゴミクズだよ、ゴミクズ。なんで俺が相手しないといけないのそんなのって思わない？普通の感覚で絶対意味わかんねえよ、全力で意味わかんない。だからフォローしてないでグダグダ言うやつ、フォローしてたらさすがに、ああこれはなんか放送を盛り上げるためのなんかあれなのかなとは思うけど、フォローしてないってそもそも意味がわかんないでしょ、ただの冷やかしでしょ。バカ野郎、こっちはプロだぞって、お前なんか相手にしてる暇ねえわって。今度ふわっちの配信者でチーム組んで地下格闘技乗り込んでやる配信やろうと思います。いやマジで本気のガチガチの地下格闘技
やば、いい企画じゃん。いや、ゴミクズでしょ。だってフォローもしない。アイテムも投げない。なんで俺が相手しないといけないの、そんなゴミクズ。ラグビーはやばいよね。俺も今ハマってる。KO でワールドカップある。ちなみに野球だけど。俺はちなみに野球だけど。あのね、なんで野球とサッカーが嫌いかっていうと、これなの。頑張れ頑張れ頑張って、お前より頑張ってるからグランドにいるんだわって。お前よりもはるかに頑張ってると。お前が頑張れよ。言ってる奴ら全員、会場にいる全員。頑張れー、何よりか頑張ってー、頑張ってー、頑張れー、頑張れー、頑張ってー、大谷翔平くん頑張ってー。お前が頑張れ、もっと。バカか。お前よりはるかに頑張ってるわ。そう思わない？お前が頑張れよ。お前が頑張れよ。マジで。全然そうでしょ。全然。もう大嫌いなの。頑張ってないやつは頑張れって言っちゃダメなの。見て、あの顔、応援してる奴らの。特に女。特に女、もうブスしかいないから。ブスばっかりだ、ほんと。もう一回やってあげようか。頑張れー、頑張ってー、ほんと涙が止まらない、頑張れー、毎回頑張れ。もっと体張れ。腹立つよな、あの顔な。大嫌いだよ。野球が嫌いとかサッカーが嫌いとか言うんじゃないの。もう客のそういう、なんつうの。なんかもう、大嫌いなの、俺。とにかく嫌いなの。腹立つよな、あれ。頑張ってないやつに頑張れっていう資格なんかないんだよ。ああ、もう3回やらない。サッカーのルールもわからん。ミーハーの女うざい。いや、さすがにルールぐらいわかんないの。NBA ワウワウか YouTube でやってる。へぇー。なんかバスケはアレン・アイバーソンとかだったかな。あと、なんだっけ、コーなんとかブライアントとか。かな、俺の世代は。なんだっけ、コービー・ブライアントとか。アレン・アイバーソンが好きだったね。鬼ドリブル。空中殺法。いや、頑張れよっていう。お前が頑張れよっていう。あともう、配信論をぶつけてくるリスナー大嫌い。もうね。うわ、ワド、お前センスあるよ。こうやってやったら大手になれるよって。あのね、俺もう4年やってるの。で、現役バリバリのプロなの、俺。あのね、じゃあね、野球場に行って、おい、お前、ピッチングこうやってやったらもっと速くなるぞって。聞くと思う？プロ野球選手に、おーいってネットの上から。あ、もっと肩入れろ。肩入れるともっと速くなるから。あのね、プロに口を出すな。金払って見てろ。ああ100年早いわ。俺に配信。朝のトツとかまさにそうでしょ。まさにそうでしょ。現役バリバリなんだよ。現役バリバリで一軍でやってんだよ、こっちは。なんでお前の配信論なんか聞かないといけないんだよって。じゃあお前やってみろって話だよ。草野球じゃねえんだから。本当に。コービーとかね。シカゴブルズですよ。いやもうマジ腹立つよ。絶対そいつはうまくできないんだもん、配信を。もうね、本当に殺意湧く。本当に殺意湧くよ。旅に出ろよ。うるせえわ。こっちが面白くないって判断をしてるんだよ、プロが。黙ってろ。10年ロムってろ、そういう奴らは。いらねえわ。もしくは花火投げたから物申せ。腹立つ。で、不思議なもんで、花火投げる人ほどいい人だから。花火投げる人にそういう人いないの。どういう風に言われるんですかって。女とか。
ああ、和道さん頑張って、山手線もうすぐで一周できるよ。ああ、和道さん頑張って、ああ、足痛いよね。でももうすぐ諦めない。ああ、和道さん頑張ってって。頑張ってるよ。お前より頑張ってるよ。はい、みーすけ、ワード2。ワードさんのゴーストに乗りたい。俺がゴースト買ったら、じゃあ、乗せてあげるよ。あ、コンビってまだやってたの？去年引退なんだ。いや、取り憑かれてる、そういうことでしょ。頑張ってーって、もう。捨て頃もそうだよ、もう。ああ、ワードさん。ああ、ワードさん。ああ、怪我しないで。ああ、テレチャンピオン。ああ、頑張って。和道さん頑張って。ああ、テレチャンピオンも頑張って。頑張ってるわ。俺もテルもお前より頑張ってるわ。腹立つわ、本当に。花火を投げろ、とにかく。いいから。花火を投げなさい。わ かってるから。本当に頑張ってほしかったら花火なんだよ。もう花火に勝るものはないんだよ。わかったと。わかった。でもね、俺ね、頑張ってっていうのはあんまり気持ちよくないよ。やっぱね、ファイトって戦おうぜっていうのが好きなのね。だから俺に頑張れの意味合い言っても届かないから、ファイトっつって。ファイトは好きなのよ。ファイトは合ってるのよ。よし、戦おうぜみたいな。ね、気合入れてこうぜみたいな。それは応援じゃん。なんでお前ごときに頑張れとか言われないといけないんだと。頑張ってるからプロ現役バリバリなんだと。勘違いをするなよっていう。そこは本当にあるの。それ客観的に見てても思うし。踏ん張れとかはわかる。まだ。頑張れはダメ。ファイト。まあ、カタカナでファイトでもいいけど。ファイトは好きなの。頑張れは絶対間違ってる。だから俺が言ってほしいのは、和道、頑張ってるね。これはいい。これはいいね。正しい使い方だから、頑張ってるねとか、行こうぜとかいいね。そういうのが好きなの。頑張ってるねとかはいいのよ。ただ、頑張れは絶対おかしいんだよ。なんでお前に命令されないといけないの？思わない。俺思うの、アスペだからかな、言葉尻にすごい気になって、お前に命令されてやってるわけじゃねえからって。頑張れっておかしいんだよ。踏ん張れは俺は好き。踏ん張れは好き。いけいけとか、やれとかはいいのよ。頑張れだけなんで命令系なの？何なのこれ。なんで頑張れは命令系なの？おかしいでしょ。ましてや頑張ってる方に頑張ってない方が言うんだから。絶対おかしいよね。頑張ってないやつが頑張ってるやつに頑張れって命令すんだよ。俺許せないね、これだけは。これだけは本当に嫌いな言葉。頑張れ。頑張ってるねーとか、ファイトーとか、行こう行こうとか。これだよ、応援は。あ、お前ふざけんなよ。大花火ありがとう。大花火ありがとう。だから頑張れ嫌いなんだって、本当に。本当に苦手なの、大花火。大花火は好き。大花火は苦手じゃない。もとい。俺アスペだよ。だから変なこだわりが強いの。だってさ、普通に考えたら頑張れって言ってる人は好意的に受け取るじゃん。俺全然受け取れないの。頑張ってくださいませはいいじゃないか、日本人的で。そういうのはいいよ。だからもっとかっこいいのは、一番かっこいいのはこれだよ。五分を。これが日本人の一番かっこいい頑張れだよね。ああ。五分をってめちゃめちゃかっこよくない？俺、旅配信に行くとき、のんちゃんに言われたいもんね、玄関で。和道さん、五分をっつって。うむっつって。ひねくれてるわけじゃなくて、本当に嫌なの。聞いてて本当にイラッとすんの。頑張ってるときに頑張れって言われると、頑張りたくなくなるの、俺。これ本当なんだよ。だから多分本当にアスペなんだよ。いや、本当にアスペなんだけど、その、ひねくれてるわけじゃないのよ。なんでその感覚がみんなにないのかがわかんないの。頑張れって言われて、なんで怒らないのって。俺本当に嫌なんだよ。
それ戦国無双の護衛兵が死んだ時のセリフやん、五分を。で、いや、かっこいいじゃん、仮面を。だから、要は、いろんな五分をってすごいよ。すごいよ。リスナーが頑張れとか言っても、お前が頑張って花火投げろ。そういうこと、そういうこと。軟骨さん、そういうことよ。そう。働けと。まず、俺のために。俺も頑張ってると。で、頑張れよりも、お前も仕事を頑張って、ね、そろそろ十何年ニートやってないで、お母さんのすねかじってないで働いて、ね、少しでもアルバイトして、そのね、100分の1ぐらい投げなさいと。それが頑張れでしょ。でしょ？俺も頑張ってるんだったら。って思うのよ、本当に。どうなの？この頑張れ問題。俺間違ってないと思うんだけど。ファイト！五分を！いけいけ！いいぞ！頑張ってるねー！これでしょ？なんでこの頑張れが定着したんだろう？なんなんだろうな、これ。許せねえんだよな。許せねえよ、本当に。いやね、こういうこと言うやつって大体女なんだよ。大体女なの。はあ、このスイーツ甘すぎないで美味しいね。甘いもん食いに来たんだよ。おい、なんで甘すぎなくて美味しいって。バカかよ、塩でも舐めてろよ。そんなに甘いの。ああ、このアボカド、マグロみたい。マグロじゃねえよ、お前が食ってんのは。マグロ食いに来たんじゃねえから。アボカドだよ、お前が食ってんの。もう本当に嫌いなんだよね。食べ物を食べ物で見たいって例えるもう、語彙力のなさ。なんだそれ。もう本当に。一緒に頑張りましょう、もうおこがましいよな。お前が頑張るのは勝手だけど、なんで俺が頑張んないといけないんだよな。それも嫌いだね。と思うよ。いや、正論でしょ？甘すぎないで美味しいじゃねえよ。甘いもん食いに来てんだよ。気にならなくなんのかな？やだな、俺。これがなくなったら俺のアイデンティティ失うことだと思ってて。これ結構あるのよ、いろいろ。なんだろう、例えば、なんだろう。なんか決めてる店員とかも、やだね。俺びっくりしたのがさ、なんだろうな。なんかね、店員さんで気に入らないこともたまにあるんだよな。なんかこう、それ日本語の使い方絶対違うのにっていうのいっぱいあるんだよ。言いたいっていうか、それが言いたいだけでしょっていうか、そのセリフ言いたいだけでしょって。お仕事頑張ってねって言われたら、どうですか？だから、頑張れじゃん、それ。だから強制されたくないの。なんだろう。なんで、他人に、頑張ってねって、お前が決めることじゃないじゃんって。じゃあ、お前が、俺が頑張って、俺が給料もらうんだよって。頑張るか頑張らないか、俺にさじ加減があるはずなの。でしょ？今日頑張ろう。今日はちょっと力抜こうっていうのは、俺のさじ加減でやってるの。なんで貴様ごときのね、低所得者の、なんかもう本当にどうしようもない人生を生きてるから人の人生に干渉してくんの。お仕事をなぜお前の命令、俺が頑張ろうと思ってやってるのに頑張ってねって言われた瞬間にもう萎えるのよ、こっちは。な、関係性関係ないから。全然関係ない。もう全然関係ない。どんな人間も俺が頑張るか頑張らないかを決めるのは俺であって、お前が何を言おうと関係ないからって、本当に思うの。思わない。頑張れって言われて。頑張ってますねはめちゃめちゃ気持ちいいよ。頑張りを見てくれてるわけだから。あ、毎日頑張ってらっしゃいますねって。嬉しいよ。あ、見てくれててありがとう。ルックミー。今日もルックミーでリッスンだねって。ありがとうって。Thank you って。なるよ。頑張ってね。頑張るか頑張んねえかてめえに決めさせねえぞこの野郎って。
俺これ本当に間違った日本語だと思うよ。頑張れっていう、頑張れじゃないの、全部なの、これ繋がってることなんだよ。和道論なんだけど、これ全部繋がってて、ああお前の配信こうした方がいいよ。で？で？だったらやってみろよ、俺と同じぐらい閲覧取ってみろよって感じなの。稼いでみろよって。絶対できないから。でしょ？だから、あの、なんつうんだろう。和道のトーク、面白いね。いや、いいよって。好きだよ。これは嬉しい。その、なんつうの。俺を見ての感想だから。ただ、お前の、こうやるべきだ、お前がやるんだよ。お前が正しいと思うことは、お前がやるの。俺は俺が正しいと思ってることをやるんだよ。でしょ？なんで人の人生にこんなに干渉してくるバカが多いんだろうと思うの？何々すべき。学校の先生なのかい？君は。何、どこから目線で君は喋ってるんだいって本当思うの。俺絶対そんなこと言わないもん。うん、俺だからよく言うのが本当、これやられた子、すごいイラッとするよ。行くよ。和道くん頑張ってねって言うと、あ、君も頑張ってねって俺本当に言うから。俺本当に言うから、お前ブロックなトマト、お前ブロック、はい、俺本当に言うから、和道くんって道端で頑張ってねって言われると、あ、お前も頑張れよって言うから。俺マジだから、これそれくらい嫌いだから。言われたら腹立つでしょ。例えばさ、みーすけさ、俺と街でばったりで会って、和道頑張れよって言われたら俺言われるよ。あ、みーすけお前も頑張れよ、本気で言うから。俺腹立つでしょ。俺はこれをやられてる感覚なの。腹立たない？嘘。腹立たないの？なんでなんで？これ俺だけなの？え、この話全然伝わってないの？もしかして。全然手応えないの？嘘。やだわ。俺超やだ。超やだ。頑張れ。すごい嫌い。あ、そう。腹立たないんだ。俺やだ。なんか違和感感じるんだよな。すごいね。なんかね、寝れなくなる。寝つけなくなる。そわそわして。俺だけなんだこれ。みんなは何平気なの？頑張れって言われたもん。全然平気？俺めちゃめちゃ嫌だけどね。ジミーちゃんお前も頑張れよってある。いやいや、そういうことだと思うよ。だからジミーちゃんと同じ感性なんだよ俺。ジミーちゃんと同じ感性なんだよ多分。腹立つよね、ひなこさんね。うん、返しありがとうございますって言われたらどうする。いや、もう無理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 。自分が言うからには自分も頑張るの当たり前だから、そう返されても OK なんだ。ミカさん、みかんの山さん、こんにちは。そうなの？なんで俺頑張、意味はわかる。でも角が立つだろうな。いや、俺はそういう感覚なんだよ。なんか嫌なんだよね、頑張れって言われるの。ファイトとか、頑張ってるねとか、感動するよとか、そういうのはいいの。なんかすげえ嬉しいよとか、和道が頑張ってる姿を見るとキュンキュンするとか、そういうのはいいのよ。ダメだね。私でもあんまり人に頑張れって言わんよ。ああ、まあじゃあね、じゃあいいよ。じゃあ俺のこと分かってくれてるよ。そうだよね、みーすけはね、俺のリスナーで気が合うわけだからさ、俺の考え共感できる部分多いから、そうだよね、頑張れって言わない。頑張れ。ああ、金持ちさんもそうでしょ？ああ、よかったよかった。頑張れ嫌い派。頑張れなくそうぜ、この世の中から。日本語から頑張れって言葉消そう。頑張って。頑張るんかい。好意的な言葉だと捉えてる。そう、だから、そう、間違ったニュアンスで、こう、伝わってるんだよ。なんかこう、言葉尻がいいから、その、そう。本来の意味とはずれちゃってるんだよ、言葉が。そう、てめえが頑張れだよね、ひなこさん。そうだよね。あ、よかったよかった。共感してくれる人いっぱいいたわ。そう、この話の発端はこれだよ。野球選手に向かって、ね、球場で、はぁ、大谷翔平くん頑張って、はぁ、翔平くん頑張ってっていう女に向かって言ってるから。おめえが頑張れよ。本当に。何度も繰り返す。何度も警告するよ。お前が頑張れ。本当に。あ、嫌いな奴には頑張れってわざとですか？頑張れって嫌味な言葉だよね。
あ、あのね、うつ病の人はね、頑張れって言っちゃダメなの。あ、でもそれ金関係あるかもしれない。うつ病の人には何て言うかっていうと、頑張らなくていいよって言わないといけないの。頑張らなくていいんだよって。頑張りすぎてるからうつになってんだもん。明らかに。頑張って、頑張って、うまくいかなくてうつになってるやつに言うの。バカなやつは。頑張れ。頑張れ。殺す気か?なあ。頑張り、ちょ、頑張りすぎてるから、ね。その子は、頑張ってるから鬱になっちゃったの、うまくいかなくて。その子に対して、頑張れよって。殺す気満々だぜ、こいつ。殺す気だよ、本当に。頑張らなくていいよって、もっと肩の力抜こう、ゆっくり行こうねって鬱の人には言ってあげないとダメなの。お前よりも頑張ってるからこうなったのっていう。難しいよ。そう、頑張らなくていいんだよって。もっと肩の力抜こうって。リラックスして楽しもうって言ってあげるのが普通なんだよ。頑張れはダメ。頑張らなくていいよ、もう。ていうか、もっといいこと言うよ、俺。もっといいこと言うよ。これ俺の結論なんだけど、頑張ってない人間なんか一人もいない。みんな頑張ってるの。みんな頑張ってるの。頑張ってない人間なんか一人もいないの、生きてる上で。わかる?これが俺の結論なの。だからもう頑張れ、なくそう。そう、あ、鬱は甘えだと思ってるバカがいるんだよ。そう。あと、あ、発達障害は嘘とか、アスペなんかないとか、病気は甘えだと思って、本当にバカだよ。もうね、古い、日本人。いや、頑張ってないやついないでしょ?みんな必死になって働いてるんだよ。みんな必死になって苦しんで生きてるんだよ。みんな毎日毎日頑張ってるんだよ。ニートだって苦しんでるんだよ。いろんなやつ、どんな人間だって毎日頑張ってるの。みんな頑張ってるの。うん。打つだけど自分頑張れも応援すらされない。あー、なるほどね。そう、みんな頑張ってる。言うことじゃない。あえて言うことじゃない。ねえ、頑張ってウェイクアップだよね。うん、あと俺ね、すっげえダサいと思うのが、一緒に食事してあのドヤ顔でさ、あ、お会いそうっていう人大っ嫌いなの。もう恥ずかしくないのかね、教養のなさ。いや、お会いそう。これ意味間違えてるの分かる人手挙げて。分からない人は手下げ、分かる人は手挙げ。俺の言ってる意味、お会いそうがなんでダメなのか、和道正解だよって分かる人手挙げ、分からない人手下げ。俺、手下げの人とは一緒に食事したくないの。お会いそうってダメなんだよ。これ意味分かる?もうね、こういう教養のなさをドヤ顔で使う人大っ嫌いなの。だからね、もう育ちなんだよ、これは。これ分かんない人いる?分かるよね、みんな。一般常識だよね。お会いそうってダメなの。そう、お会いそうっていうのは、お会計とか、ごちそうさまでしたって言ったら、はい、お会いそうって言って、お店の人が使う言葉なんだよ。そう。それをつぶって真似てる人が、お会いそうって使う人がいるのよ。もう俺、一緒に食事してて結構恥ずかしいのね。なんつうんだろう。恥ずかしいんだよ。そう。お会いそうって絶対ダメだからね。そう。そう、店員側の言葉の、そう。叱らうんだから、愛想だけ言っとけの。そう。だから、客側が使うと愛想をつかしてもう二度と来ないよって意味なんだよ、あれ。もう二度と来ないよって意味なの、客側が使うと。そう。うん。だから、その、意味をわからないで言葉を使ってる人が結構苦手なんだよね、俺。それってさ、その、彼女とかに恥かかせるんだよ。一緒にいる人とか。お愛想使う人いるよ、たまに。うん。俺だから、そのお愛想って言葉を使わないもんね、絶対。うん。だから間違ってる使い方多いよね、日本語の。俺、お愛想とでも頑張れは一緒だと思ってるから。
ごめんね。戻るけど。俺しつこいよ。俺はしつこいぞ。頑張れも一緒だからな。俺にとっては。要は考えてないんだよ。考えてないで生きてるからそういうね、間違って頑張れってなっちゃうのよ。ミカポさん、こんにちは。そう。まあだから、ね、いろんな日本語問題ですよ。日本語問題。難しいところだよな。日本語って難しいよな。なんて言うのか、お会計とかごちそうさまっていう、これが普通ですね。ごちそうさまですとかお会計、はい、おいそうって店側が気持ちよく、これがあうんの呼吸ですよ、日本人の。はい、みなずきさんはどつ。じゃあそろそろ、2分間経ったので、花火を投げてください。2分間音楽流します。1時間に1回、アイテムいただいてるので、もし応援してくれる方は、ぜひぜひ、アイテム少しでも構いませんので、アイテム投げてください。よろしくお願いします。それでは花火タイムスタートです。アイテムください。頑張れリスナーさん、花火投げんの頑張れ、頑張って、もっと花火投げるの頑張って、頑張れ、アイテム投げるの頑張れ、頑張れリスナーさん頑張れ。風船ありがとうございます。みすけさん、ありがとう。トコさん、風船10個ありがとう。あー、みーすけもトコも頑張れ、頑張れ、もっと頑張って。みかんさん、バーガー5個ありがとうございます。いや、腹立つだろ、言われたら、言われたら腹立つだろ。だんだん分かってきたろ、分かったろな。ガンクルさん、アイテム投げるの頑張って、頑張って、アイテム投げるの頑張ってって腹立つだろ、腹立つだろ。やられたら分かるんだよ。俺これ毎日やられるんだよ。はい、ことかワードツー。みーすけさん、風船10個ありがとう。花火頑張って、そう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 、花火投げてるの頑張って、あー、もっとアイテム投げてるの頑張って、みんな大好きってなったら気持ち悪いだろ。俺これやられるんだよ。もうきついって、本当にきついって。ミスケ、風船10個ありがとう。ありがとうございます。いや、言い方してるでしょ、リスナー。こんな言い方でしょ、画面の向こうでは。違うの。はい、トコさん、ハート2個ありがとうございます。こんな言い方でしょ。だいたいこういう言い方するのブスだからな。気をつけてね、本当にみんな。本当に。はい、ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。もう1時間楽しんでいってください。ありがとうございます。なんだろうな、この間違った日本語問題、どうにかなんないのかな。間違った、今日元気いいよ。今日ほら、オープニングで花火ボーンもらったから、もう気分良くて、やっぱり乗ってくるわけよ、アイテムもらうと。こう、配信者はさ、やっぱ俺金のためと、ね、有名になりたい、金が欲しい、チヤホヤされたいっていうだけで配信やってるから、俺は、正直、もっとチヤホヤしてほしい、もっと多くの人にルックミーでリッスンなのよ。で、俺は、テイクマネーなの。本当に。あと150万で売れた？あ、おめでとう。おめでとう。そう、まずは認めてほしいの。ちゃんと見たら、そんなことにならないはずなのよ。ちゃんと見てもらって、しっかりと感想を言うこと。それが大事だよね。いっちゃん、よかったね。150で売れた。じゃあ、俺に50万で売らなくてよかったじゃん。ねえ。あ、俺も頑張れとか嫌だと思ってたわ。今はなんとも思わん。歳の問題なのかな？俺頑張れ嫌いなんですよね。だから、祖祖がさっき言ってくれて、いや、年齢取ってくるとあんま気になんなくなってくるぞ、ワードって。年齢の問題なのかな？俺さすがにでもジジイになって頑張れとか言われたら、多分そいつをしばき倒すと思うけどね。
なんか上から目線な感じがすんの、頑張れって。150万土地付きで90坪で、石川県だね。応援してほしいって言ってるけど、その意味は。いや、応援はしてほしいのよ。だから、言い方変えてほしいの。和道くん、今日も頑張ってるね。ありがとうございますってなるじゃん。和道くん、ファイト頑張ります。これが正しいの。俺が頑張りますって言うべきなの。わかる？頑張れ。お前に命令される筋合いなんかねえわ。俺が手を抜くか頑張るか俺が決めるんだよ。だから、和道くん、今日もいいねとか、和道くん、頑張ってるね、和道くん、ファイト、これ気持ちいいよ。和道くん、頑張って、あー、頑張れ、山手線もうすぐゴールだから頑張って、和道くん、新宿まであと1時間かかんないから頑張ってって、うるせえわってなるの。もうさん消えろって。頑張ってるからってなんの。わかる？頑張ってくださいもダメだよ。命令だから。このブス黙れってなんの、本当に。命令されたくないの。わかる？ニュアンスは。言い方の問題じゃないの。お前が決めることじゃないよって。っていうか、むしろお前が頑張れって話だ。お前より頑張ってるからここにいるんだって話だ。ここがね、ニュアンスが伝わらないかな。ここ大事なところなんだよ。もう心が歪んでる。心が、悪意があるかないか、言葉のチョイスが間違っているか、そういうこと、そういうこと。本人は好意で言ってるんだけど、言葉のチョイスが間違えてるって話なの。そういうこと、本人さん、そういうこと。あー、でもだよ、正しい言葉を使ってほしいの。これ指摘しないとわからない人がいるのよ。だから、ああ、美味しかったよ、お会いそう。これも間違いじゃん。お会いそうはお客さんが使う言葉じゃなくて、お会計をね、言われた店員さんが使う言葉なの。店員さんがお会いそうって言うのよ。これと一緒なのよ。会計したいとか美味しかったっていうのを伝えるときに、お会いそうって言ったら恥かくのと一緒なの。そうそう、うつ病の人に頑張っちゃダメ。そう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 。和道さん、よりによってブスに人気が入るんだよ。バカ野郎、何言ってんだよ。俺のリスナーは北川景子とか安室奈美恵とか、フカキョンクラスのリスナーしかいないんだよ。何バカなこと言ってんの。うちの女性リスナー全員トップ、トリプル A だから。バカじゃないの？まだそんなこと言ってんの？ブス一人もいないから。みんな美人。本当に。だいたい職業モデルとかだからね。うちの女性リスナー。はい、醤油さんお帰り。だいたいトップモデルだから。何言ってんの？ブスなんかいないですよ。和道リスナーに。一人もいないですよ。一人もいない。ブスなんか。オフ会行ったらもうすごいんだから。オフ会なんか社交パーティーみたいになるからね。俺のオフ会。ブスとメンヘラなんか一人もいないよ。あやむさん、パフェありがとう。いつもありがとう。こんにちは。年齢層はだから、40〜50代だけど。まあ、ババアだけど。ババア、だから、すごい綺麗なババアだよ。元モデルとかだよ。元モデルとか、もう、まあ、最低クラスでも、百貨店の化粧品コーナークラスだよ。もう、プロ。美のプロたちだから。年齢層は高めだけどね、若干。初見さんいらっしゃい、みーたん。美人しかいない。美人が集まるわけで有名なんだから。美人とグッドルッキングガイしか集まんないんだから。鏡見てごらん。本当に、みんな。あ、私こんな綺麗だったっけって。いや、ババアは多いんだよね。なんでなんだろう。ババアから愛されるんだよね。なんか、あるのかな？ババアから愛されるフェロモンとかが。なんか電波に乗っかってんのかな？なんでなんだろう。なんなんだろうね。年上の女性に可愛がられますね。男性、年上の男性にも可愛がられる方だから、なんか、年上から可愛がられますね。いやでもね、俺ね、若い女が好きっていう文化どうにかなってると思うよ。何がいいの？あんな青臭いもの。俺は、
若いものがいいとは思わないね、正直。なんか、バナナじゃ、青いバナナとさ、黒い斑点がついてるバナナ、どっちが美味しいの？ねえ。わかりますか？俺が言ってんの、そう。何歳からババアか問題か。俺は、だから、女性が一番、その、実るというか、その、一番美味しいのは、だから、最低でも27、もう、早すぎるぐらいでも27なの。27から36とか、人によっては42ぐらいまで。で、そっからゆっくり衰退していくものとか。そう。だから、なんか若ければいいっていうのってさ、酸っぱいものが好きなのかな、こいつみたいな。ババアな、ババアがこいつならギリいけそうと思う。何そのギリいけそうって。すごい失礼だよ。何それ。じゃあね、やっぱね、本当の男の魅力に気づくんだよ。何歳から、だから27から、俺が好きな年齢は27から38ぐらい。でも年齢上であれば全然。若いものがとにかく嫌いなの。ババアのラインは難しいですね。ババアのライン？何ババアのラインって。ババア製造工場の話？ババアを工場でラインでこうガーって送られてくるの。ババアが。実績があるから。なんだろうね。でも多分俺の話って若い子には受けないと思ってる。若い子つまんないんだよ。だからバーとかでいるじゃん。ああ、ヒゲヒゲ超面白いヒゲヒゲヒゲ入ってますねつって。ヒゲ超ウケるでヒゲもうバカかこいつって思うの。若い女の。何がヒゲなんだとか。全然面白くないの。もうね、なんつーの。もうこういうノリ大嫌いなの。全然面白くないことを笑ってるやつ見ると殺意湧くんだよ、本当に。黙れと。お前の話1ミリも面白くねえわっていう。もうノリだけで笑おうとしてるの。大嫌い。そういうところも若さの嫌いなところ。あれ、もう痛いじゃん。ああいうノリって。わかるでしょ。大体女子高生の超ウケるって全然面白くないからね。大嫌いでしょ？わかるでしょ？もう全然その、教養のかけらもないじゃん。本当に。俺はああいうの嫌い。ああいうの全然面白くない。もっともっと面白いものがあるのよ。世の中には。もっとキラキラしたものがいっぱいあるのに、そこから目を背けているんだよね。全く例えが違う？うん。ババアに見える若い女がいいじゃないか。だから違うんだよ。若い時っていうのはもう親からもらった遺伝子だから磨いてない状態、原石なのよ。だけどね、これわかると思うんだけど、本当に綺麗な人って、年を取っても綺麗なの。で、ただ綺麗なだけで生まれてきた人で自分磨きを怠った人って、年取ってから綺麗じゃないんだよ。だから、30、40、50代って自分磨きをした人、自分を磨いてきた女性だけが美しくいれる期間なの。だからさ、同窓会とかだって、あれこいつこんな綺麗だったっけっていう人いない？だから若いだけでさ、早くに子供産んじゃってさ、なんか、どうしたっていう女の子より全然いいでしょ。やっぱ美しいよ、洗練された、その、若く見える女性で、若作りしろってことじゃなくて、やっぱりフレッシュですよ。そのいつまで経っても。初コメありがとうございます、ルイさん。もしよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。全然ご意見いいですよ。全然ご意見ください、だからそのなんつうの、年を取ることに怖がらないでほしいの。なんか若いうちが花みたいな考え方やめてもらって、もっとその色っぽくなってほしいの。色っぽく、そのセクシーというか、そう、若いからキャピキャピしててモテるっていうのはバカにされてることだと思ってほしいの。男から。ただやりたいだけのマシーンだから。セックスマシーンとして見られてんのよ。それはモテてるんじゃなくて体が目的なだけなのよ。本当にいい人っていうのはすごいフレーバーがするから。芳醇なフレーバーが。フォローありがとうございます。ルイさん。よろしくお願いします。今後とも和道です。そう。美しい人はいつまで経っても美しいし、年を取るごとにこう魅力を増していくもんだから、美しい女性になってください。綺麗な女性とかじゃなくていいの。美しい人になってほしい。なんか三輪明宏みたいになってきたなどうした、さっきの枠から急に三輪明宏みたいなね。最近の若い子は本当にダメよねっつってね
美しくなってほしいのねっつって言ってること三輪明宏になっちゃったけど、本当にそうなのこれ。年を取っても綺麗な人は綺麗だよって。そう、女性には年なりの美しさを堪能してほしいの。いくつになっても美しいから。カノー姉妹はね、カノー姉妹は男は違う、男は逆なのよ。女性はそのまだその美意識を持ってるから、男はシビアだよ。だって40歳の男見てごらん、顔のまんまだから。できない顔してるやつは仕事できないの、これ本当だから。男はもっとシビアなの。ダメな顔してるやつは40代で本当にダメなやつを、優しい顔してる人はやっぱり40代で優しいのよ。で、できる、キリッとして仕事できるぞって顔してるやつは本当に仕事できるの。何かっていうと、20歳までは親の責任なの、顔って。生まれ持ったものだから。でも20歳先から40歳っていうのは自分が自分を作るんだよ。だからできないやつ、本当できない顔してんの。もういつまで経っても管巻いてて、上司の悪口、もうひどい、何サラリーマン、居酒屋行ってみろ。おい、俺の友達よ、浜崎あゆみと手繋いだことあんだよ。なんだその話って。もわあ、この前よ、あの部下がよ、あの芸能人のよ、あの松本人志に会ったんだよ。契約取れねえわそれじゃ。それじゃあお前友達が芸能人に会った話ね、どう広がるんだよ。ディティールもないし、その話をなぜ振ったって。マルさんバカありがとう。あるでしょ、そうオーラっていうか顔つきに出るのよ男は。だからそのなんつうんだろう、顔が名刺っていうのはそこなんだよ。ああ、うん、いやだから花火が上がるとこういう面白いトークワードは乗ってくるから、もう面白いトーク、今日はちょっとスカッと面白いトーク聞きたいなと思ったら多めにね、ちょっとアイテムくださいよ。もうエンジンかかってくるから。ブースタースイッチは花火だから、もう大花火とかパンって投げてみよう。面白いトークスポンスポン出てくるよ。引き出し開けちゃうよ俺、引き出しいっぱいあるんだから、引き出し。こう、クックって。それ花火上がんなかったらもうこうやって携帯いじるわな、こうやって。うん。あ、客層悪いわ、つって。俺はそういうスタイルだから。ああ、もう今日客層ダメだわ、ゴミだわ、つって。ゴミに話す話なんかねえわ、つって。かたくなな、頑固なラーメン屋みたいな感じだから。あ、なんですか、うち初めてっすか、つって。うん。じゃあ看板読んどいて、つって。うん。いいっすから別に来なくて、って。うち成り立ってるんで。そういう頑固系の、もう、気難しい親父だから。うち、スープから吸ってくださいね。って腹立つよな、あれもな。うちは、スープから吸ってくださいね。俺の都合で食うわ。俺が金出してんだから、これ俺のもんだわ、って、うん。放送室大好きだよ。面白いよね。放送室大好き大好き。あと、島田紳介さんの松神が大好きだね、俺は。あれはもう掛け合いが面白いんだよ。ブンブンブン。はい、みーすけさん、花火ありがとう。大花火ありがとう。いやね、松本人志を、その、ぐぬぬってさせるトーク力を持ってるのは島田紳助だけだったんだよ、芸能界で。あの、トークの天才の松本人志の話を、って言って、話聞かなかったのは、島田紳助だけなんだよ。あれはすごいと思ってて、俺島田紳助さんが一番好きなの、芸能界のその喋りの人では。いやー天才だね本当に。いやだからいつも言ってんだけど、生放送ってテレビじゃないのよ、舞台なの、ライブなのね。でお客さん、よく芸人さんとか言うじゃん、今日の客のノリどうって。要は客層が良くなるとこっちも乗っかるのよ、答えてくれる客層だと。だから客が、これ大事なことなんだよ。みんな覚えといて、リスナーさん。リスナーさんが楽しもうと思わない限り楽しめないから。今日の和道の放送楽しむぞって。ディズニーランド行くよって。ミッキーに会いたいってなればなるほど、俺の放送は楽しくなるの。みんなの気持ちも大事なの。一緒に作ってるからね。どんな気持ちで見に来るかだよ。はい、匿名さん花火ありがとう。金魚ありがとう。ラムネありがとう。矢野ラッキーバーガーありがとう。こういうことなんだよ。だってね、ディズニーランド行こうぜっつって。あ、行こう行こうっつって。行こう、ディズニー、ミッキーに会いたい、和道くん、ディズニー一緒に行ってくれてありがとうっつって。あ、何々ちゃん、
あそこにさミッキーいるんでしょ。あれ中に入ってるのおっさんだから。ああ、わかる。あれおっさんだから。あれ身長とかさ見てみろよ。あれ胴の高さが顔でかいだろ。あれ身長160センチぐらいのおっさんだからあれ入ってんの。ミッキーだと思ったの？ミッキーいると思ったの？本当に言ってんの？楽しくない楽しくない楽しくない。違うの違うの。ミッキーに会えて嬉しいね、楽しいね、写真撮ろう、ポップコーン食べよう、次あれ乗ろう、あっちで買い物、シンデレラだ、綺麗、ガラスの靴売ってる、見に行こうってやらないと。でしょ？でしょ？ディズニーランド行ってお金払ってさ、ねえ、子供の夢壊してどうするのよ。舞ちゃんバーガーありがとう。だから今日も和道のわけのわかんない話聞きに行くぞって、今日俺の1時間満たしてくれよってやらないと。そう、全力で乗っかることよ。そう、バカにならないとダメよ、エンターテインメントは。ワンピース読んでるやつの横でさ、悪魔の実とかないから、悪魔の実とかないよ。人間がさ、ゴムになるなんてありえないし、あの、海賊王とかそもそも理論的に不可、君ハンターハンターも読んでるの？念能力とかないよ。念能力なんかあるわけないじゃないか。君はじゃあ幽霊を信じてつまらないよってなるでしょ？漫画読んでるんだよ、こっちは。漫画を。なに、なんちゃんおはよう。なるでしょ？いや、ドラゴンボールめっちゃ面白いよねーってなってる時に。いや、物理的に考えてですね、ナメック星とかね、まずね、僕、非科学的なのは大嫌いなんですよ。そもそもね、7つの玉を集めて1年に1回やって、シェンロンを読んでね、願い事が何でも一つ叶うなんていう設定に無理があると思うんだな。あの、非科学的なものはね、あんまり受け入れないんだよね。帰れ帰れ。帰れ。ドラゴンボールの話したいんだよ、俺は。ドラゴン、ブルマがいかに可愛いかの話をしてるんだ、こっちは。そう。全力で楽しんでいかないと。乗っかってこう。乗っかってこう。エンターテインメント、そういうことだよ。で、そういうことでしょ。うん。そういうことだよ、本当に。乗っかってこうよ。そう。私の戦闘力は53万ですって、ぶっこんでくるやつが好きなんだよ。ザーボンさん、ドドリアさん、つって。ワドさん、頭痛い、つって。うん、いや、お腹痛いって、でもそういうことだと思うよ。そういうことだと。はい、ワトツ。はい、バーガー10個ありがとうございます。バーガー10個ありがとう。なあ。腹立つよね。はい、マイちゃん風船ありがとう。参加型、参加型。参加型。うん、だって、冷静に考えたらアニメとかって全部おかしいんだよ。だってガンダムってさ、あれ、単独で乗ってるじゃん。あれ、燃料核だよ。やばくない？あれだから、エネルギー源、核エネルギーなの。あと、鉄腕アトムもあれ、小さいからで何で動いてるって、あれ核なんだよ。で、ドラえもんも核エネルギーなのよ。ねえ。原発反対って言ってるやつは、アトムもガンダムもドラえもんも否定してんのよ。あ、超やばいから、あいつら。あいつら転んだだけで核爆発を起こすんだよ。やばいでしょ？うん。やばいよね。な、やばいですよ。だから、その、なんつーの、ファンタジーですよ。怖いでしょ？ドラえもんって原子力発電所だよ、あれ。動く。ガンダムも。俺は核エネルギーに頼って、こうやって電気とか放送を使ってるよね。仮想科学読本。あ、面白いよね、あれね。あれは面白い。その仮想科学読本って、そのガンダムが本当に立てるのかとかを科学的に説明してる本があって、ガンダムって、あの、構造上、あの大きさで作るとここまで埋まっちゃうの。ズドーンって。要は自力で支えられないとか。はい、流砲です、ます、ワトツ。支えらんないの。作った瞬間ズドーンって言ってここまで地面埋まっちゃうとかさ。で、科学的に、これは正しい。例えば、タケコプターをこうやってつけるとどうなるか知ってる？みんな。あの、頭皮が全部剥がれるの。ベリーンって。頭が全部ベリーって剥がれて、ブーンって飛んでくの。
だからタケコプターはその 反重力的な装置で動いてんだよね実は、っていうその科学的に解明していこうっていうその面白い本があるんですよ、空想科学読本。はい、人間の卵をバカありがとう、わたつ楽しんでって。だいつも言ってんじゃん俺、みんな聞いてるでしょ、ワドツって言ったら、はい、いらっしゃいワドツ、楽しんでってねって。ここなんだよ、楽しむっていうことをバカになっていいんだよこの枠では。バカになろう、みんなで一緒に、みんなで一緒にバカになってかないと大事よ。タイムマシンっていうかね、俺タイムマシンに関しては俺できないと思ってて、面白いよね、みーすけさんね。タイムマシンに関しては、俺はみんなと違うんだよね、時間の概念っていうのが。時間って運動を指す言葉なんだよ。運動そのもの。で、運動って俺とみーすけの運動スピードとか原子とか核分裂のスピードって全部違うと思ってるの。だから俺にとっての体感時間とみんなにとっての体感時間って本来違うんだよ。だから支配の道具として使われてんの。何時何分とかの時間っていうのは。匿名係長、海賊王になる、いいね、花火ありがとう。でもね、俺ワンピースは本当に現代のバイブルだと思ってんの。俺ワンピースは本当にいろんなもんが詰まって好きだよ。早く完結してほしいね。延長2、延長ありがとう。あの、なんだろう、ワンピースってその引き寄せの法則、要は言葉が現実化するんだよっていうのと、曲げたらダメだよって、諦めたら終わりだし、諦めなければ夢は叶うんだよっていうことも書いてるし、仲間の大事さ、血のつながりじゃないんだよって、絆とかがファミリーなんだよっていう、そういうね、なんか現代人が欠けてるもの、いろんなものが詰め込んでて、ほんとバイブルだなと思うよ。なんかその少年が読むべきもの、青少年が学ぶべきもの、エッセンスが全部入ってる。本当に友達とか仲間を見つけなさいって、そう、敵はほっときなさいと、うん、で戦うべき相手と戦いなさい、戦うべき相手とは戦っても意味がないっていう、あれはすごいよね、小田先生の深い、そう、細かいメッセージがいろいろ入ってて俺は好きだね、うん、哲学書ですよワンピースは。あ、早く夕方になんねえかな、スケボーやり行きたいな、もうスケボーがやりたくてやりたくてしょうがないよ。今日はね、あのチックタックっていう技をやりに行こうかなと思って、今日は一つ技を覚えようと思ってます。あ、もしよかったらみんな、あの YouTube もあのチャンネル登録してください。もしよかったらよろしくお願いします。いやー、でも楽しいね今日の放送はね。寝起きでこんだけ喋れるやついないでしょ。俺寝起きだよ、うん、寝起きで喋れる、こんなに。寝起き喋り選手権あったら俺結構上の方行く自信あるけどね。寝起き喋り選手権、寝て起きた瞬間にどれだけ喋れるか。結構ね、その喋りってさ、甘く見られてる部分あってさ、結構難しいのよ。単独でピンで喋ってパソコンに向かって、でリアクション取るっていう。だからあれだよ、あの配信者にリアトズして30分一緒に行っていいんじゃないの。うん、ちょっと待ってね、
社会的に結構知識ある方ですか？あるわけないですね。だってさ、社会的に結構知識がある方だったら、大学出てるし、高校出てるし、それこそ一流の企業に勤めてるでしょ。配信者って何かって言ったら動物園の動物でしか過ぎないのよ。このふわっち動物園っていうのがいて、こう、なんだろう、ゴリラ、ベンジョ太郎っていうゴリラがいたり、まあね、ちょっと変わったね、動物園だから水族館でサメさんがいたり、ね、チンパンジーがいたり、なんかね、色の黒い喋りの前なんか筋肉ムキムキの50、ちょっと歳がいてもうすぐ死んじゃうかなっていうなんかゴリラみたいな人がいたり、それこそもうアイドル的な可愛い可愛いね、イルカさんみたいな子がいたりとか、そう、動物園なの、ここは。赤毛テナガザルだから、赤毛寄り目テナガザル。わかる？赤毛寄り目テナガザルですから僕は。あんまり人気ないんだ。結構嫌われ者なの。ただ好きな人は好きなのね、赤毛寄り目テナガザルは。結構通好みなんだよ。でちょっと最近ブレイクし始めてるっていうか、ちょっと赤毛寄り目テナガザルってちょっとなんか面白い動きする時あるねみたいな、ちょっと今注目されてるんだけど、ちょっとね、体調崩してて、ちょっと怪我しちゃったの。他の動物を喧嘩しちゃって。だから今おとなしくしてるの。わかる？だから社会的に知識はないという話ですね。はい、そう、赤毛寄り目テナガザルです。わかる？そういうもんですから。うん、あと、このふわっち動物園でカッパもいるからね。うん、お母さんガッパの3000万使い込んじゃったカッパとか、結構珍獣がいっぱいいるんですよ。そういうもんですから、知識人でも何でもないの。そう、赤毛寄り目テナガザルです。はい、そうです、そうです。最近ちょっと人気が出るか出ないか、ちょっとね、園長もね、園長先生もこいつ看板にしようっていうね、提案があるのよ、スタッフさんから。ちょっとこいつ押していこうよっていう。でもね、やっぱりスタッフミーティングでやっぱ赤毛寄り目テナガザルはなんか2番手あたりでいいっすねみたいな、ちょっとなんか、ちょっとやっぱメインのコーナーには無理っすねってなって。いつも端っこの方に、端っこの方に。ひっそりと。ヒラメもいるから。ヒラメもサメもゴリラも。いっぱいいるからね。カッパもいるし。ふわっち以外で食いぶち探さないといけないね。亡くなる前に。全然意味わかんないね。うん、赤毛寄り目テナガザルです。はい。そう。ふわっち動物園、オスが人気なんだよね。なんか。でもそういうもんだよ。俺らから何かを学ぼうとかじゃないの？俺らから学ぶもんなんかないのよ。強いて言うならこいつらみたいになってはダメだっていう。だからお母さんとか教材で、今日はとっても、今日の授業はあれよって真剣に聞きなさいって。今からとんでもないものを見せるわね、お母さんつって。はい、見てつって。これが赤毛寄り目テナガザルよって。こういう風になったらダメよって。子供たちに教育するの。高学年ね。低学年に見せるとトラウマになるから。高学年になったら見せてあげてください、社会科見学で。餌は花火っていうね、花火をアイテムあげるのキュッ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 って喜ぶから全員、そう、アイテムをどんどん投げてください。はい。知識はそれなりにかと思ったら一瞬もコメントに踊らされないところさすがだなつってトビーいらっしゃいそういうことよ。あのね、いつも言うんだけど、何かを言っても意味がないのよ。結局ね、受け取り方次第だから、何を言っても意味なんかないんだよ。で、いつも言うんだけど、ネタよりもキャラ。ネタよりもキャラです。だからネタとか何を言うかとかどうでもいいの。面白かったら、面白いやつは何やっても何言っても面白いのよ。だからキャラ磨いた方がいいと思ってるね。だから動物園ってそうでしょ？キャラだけでしょ？奴ら言語ないんだから。キャラクタービジネスなんだよ。俺らは。マスコット、マスコット。そんなもんですよ。だけど、たまにいるんだよ。腹立つんだよな。赤毛寄り目テナガザルに向かって、ああ、頑張って赤毛寄り目テナガザルさん、頑張ってもっと、もっと下がってああ、もっとこっちに寄って頑張ってっていうバカがいるの。動物みたいなリスナーがいるんだよ。観客なら観客らしくしろと。動物園は見て笑うところなんだよ。もう画面にこうベターで、頑張って赤毛寄り目テナガザルさん頑張ってって。迷惑ですから。ご退場くださいってなるの。うん。
わかる？だから、そういうことだから。うん、そういうことだよ、俺が言いたいのは。うん、だんだんわかってきた？配信の見方が。配信はもう鼻くそほじりながら見るもんですから。鼻くそほじりながら、ね、金持ちの暇つぶしでアイテムぶつけるんだよ、こうやって。おい、ワードつって、つって。大金持ちがこうやって、うわー、餌やるよつって、バチーンってぶつかって、って、あーって。もうどんどんぶつけんの。金持ちの遊びで、風船やるよつって。花火やるよつって、ウェーつって。キッ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 って。そういうもんですから。もう金持ちの遊びだよ。金も、貴族の戯れだから、これ。貴族の戯れ。そうそうね、だんだん分かってきた、放送の見方。もう4年もやってますからね、僕は。4年もやってますから。それはもう、何でも聞いてください。配信のことならお任せください。何でも答えますから。はい、ありがとう。アイテムありがとう。アイテムありがとうございます。喜びますからね。餌与えすぎないでくださいね。餌を与えすぎるとね、あの、調子に乗りますから。あんまり餌を与えすぎないでください。よろしくお願いします。うん、はい、まいちゃん、バーガー9個ありがとう。風船ありがとう。そうだね。そう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 。餌以外投げると、さすがに、ふわっちの運営さんからバンっていう処置になるので、強制退場されちゃうんで、アイテム以外はあんま投げないでくださいね。お気をつけください。5時半か。何時ぐらいから日が暮れるんだろう。そろそろスケボー行きたいよね。そろそろ練習やりたいな。花火もらえない？だから人気のない動物なんだよ。もっと人気のある動物になっていかないと。もっとキャッ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 やんないと。この前餌与えたらやめろって言われました。ああ、たまに歯向かう時あるの。お腹いっぱいになるんだよね。動物になってプライドあるからね。プライド高い。赤毛寄り目テナガザルは結構プライド高くて傷つきやすい繊細な動物だから、難しいよ。飼育が難しい動物で有名だから。おい、ルイちゃん、ありがとう。ハートココありがとう。おー、ニクちゃん、初見さんいらっしゃい。楽しんでってね、ワドです。よろしくお願いします。よろしくね、よろしく。もしよかったら、ふわっちフォローしてください、初見さんは。よろしくお願いします。あと、YouTube もやってますので、下の URL をクリックして、YouTube もチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。よろしく。雑談配信者です。ワドーこと赤毛寄り目テナガザルです。病気で今眉毛なくなってますけど、生えてくるんで大丈夫ですからね。眉毛は病気でなくしてるだけなんで、安心してください。よろしくね、ニコちゃん。よろしく。みんなフォローしてください。
あー、早くスケボーやりてえな。スケボーめっちゃ楽しいんだよな。嫁、こないだ人気があるって言ったじゃん。人気がある、素質があるんだよ。人気があるんだったら数字が伸びてるはずじゃん、いっちゃん。いっちゃんは素質はあるんだよ。いっちゃんは素質はあるの。だけど、なんだろう。まだいっちゃんの再評価が始まってないから。あー、フォローありがとね。フォローありがとうございます。でもいっちゃんはズバ抜けて面白いと思うよ。俺才能の塊だと思うもん、いっちゃんは。うん。だけどもっともっとやっぱりアクションした方がいいよね。うん。それこそね、コラボは難しいから、うん。ねえ、いっちゃん足悪いからね。でもキャラクターは抜群にいいと思うよ。火完全に落ちてないけど熱くないよ。あのね、サラリーマンがいるところだから。やっぱり夜じゃないと迷惑になるんだよ、でっかい公園だから。あのスケボーってほら音うるさいしさ、誰かにぶつかったらダメじゃん。だから日が落ちて人がいなくなったらやろうかなと思って。あ、いるいちゃん頑張ってね、ありがとね、来てくれて。また遊ぼうね、ありがとうるいちゃん、ありがとう。そう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 、だから人がいなくなる時間帯からやっぱスケボー練習したいなと思ってる。そう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 、やっぱりさ、なんだろう、そういうマナーを守ってないとさ、やっぱりダメじゃん。人にぶつかったら怪我するもんだから。だからスケートボーダー同士だったらいいと思うけど。どこが？どこがっていうの難しいよね。俺はいっちゃん愛されキャラだと思うよ。ただ、まあ、まだ発見されてないから、まだ、なんつうんだろう。これからじゃない。認められるのは。これからだと思うよ。でもまあそれはね、いつ目が開くかっていうのは分かんないもんだから、もうひたすら枠開くしかないよね、この世界は。ひたすら頑張って頑張ってやっていくのが普通だからさ、もう耐えるしかないよ。誰が人気出るかどうかなんか分かんないもん。運だよ、運、運、運。お茶がうめえな。腹減ってきたな。なんかさ、やっぱ運動してるとさ、お腹すくよね。めちゃめちゃ腹減る。なんかうまいもん食いてえな。昨日友達と和道の話で盛り上がってた。マジで？え、友達が俺のこと知ってて、なに、二人で和道論やったの。それはでもすごいよね。なんか芸能人みたいじゃん。その、なんつうの、俺からすると俺は別に自分で芸能人だと思ってないよ。思ってないけど、世界のどっかで、
俺の噂話をしてて、で、和道ってどうだよねって話してるわけでしょ。だからリスナーさんからこの前言われたのがコメントで、いや、今和道の放送見てたら電気屋さんの店員に、あれ、和道さんの放送見てるんですかって声かけられて、笑ったよって言われたの。継続力ですよね、ご隠居さんね。ほんとそうだと思う。だから継続しても努力が実るとは限らないけどね。継続したからうまくいくってわけじゃないけど、継続は最低条件だと思う。はるちゃんお久しぶり。え、どんな話したの、人間の卵。いや、でも嬉しいよ、そういうのは。なんかこう、話のネタになるわけじゃん。で、ね、その、だって人間の卵が友達と一緒に見てるわけじゃなくて、二人は別の空間で和道のことを知ってて、いや、和道って知ってるって話になったってことでしょ。同じ部屋でこうやって友達と見てるわけじゃないでしょ。それは嬉しいですよ。このね、何千人かの中で友達が、どっかでね、お互いぶつかってるっていうか。それはまさに俺の理想とする世界だから。ねえ、すごいじゃん。この172人の中でみんなコテハンでバラバラの人格なのにプライベートの知り合いがいる可能性があるんだよ。それ笑えない？矢野ラッキーさんがもしかしたら親戚のおばちゃんとかが見てる可能性があるんだよ。ねえ、そう考えると世界って狭いしさ。面白いなって思うよね。ザワチンさんお疲れ様です。楽しんでいってください。いやー、すごいありがたいことだよね。俺からするとやっててよかったなっていうか、もっともっと有名にならないと恩返し、まあ俺はリスナーさんに恩返し何ができるかっつったら、もう俺が有名になることぐらいしかないからね。俺初期から見てたよとか、ずっとこいつのこと応援してたし、昔から見てるよって、配信で食ってくって言って実現したことがどれだけすごいことなのかを話した。あ、囲ったんだ。あ、和道ってあいつだろっつって、橋本くんに叫ぶ。違うんだよって。俺和道ずっと見てんだけどよ、あいつはって。囲っちゃったんだ、人間の卵。それ絶対相手側は俺のこと嫌いなんだよね、多分。フォローしてないで、ああ、庭かな。うん。ああ、まだ早いって言っとけ。まだ早いでいいから、そういうやつは。お前に和道はまだ早い。まだ早いってかっこいいじゃん。言って。おい。お前に和道はまだ早い。一言でいい。うん。日本旅やめましたね。はい。やめました。お前に和道は使いこなせないって。わかる人だけわかればいいから。俺の放送は。わからない人には何言ってもわかんないから。わかる人だけでいいの。お前に和道はまだ早いって言ってやれ。それがいいんだよ。あいつは玄人向きだと。リスナー4年目でいろんなところを渡り歩いてたどり着くのが和道だと。私もお腹空いたからサーモン食べ放題行ってきます。へえ、サーモン食べ放題、枝豆いいね。初見さんいらっしゃい。高尾駅で見かけた。本当ですか。嬉しいですね。天狗さんありがとうございます。すごい格好してたでしょ。高尾駅から23時間かけて新宿駅まで歩いたんですよ、あの日。ありがとうございます、来てくれて。もしよかったらフォローしてください。あれはウォーキング配信やったんです。九州地区だけでも、スポットスポットで行こうと思ってるんで、今。はい。ただもう、旅に関しては、お約束できない状態なんで、もし機会があったらぜひぜひ可愛がってください。高尾で見たってことは、のんちゃんも見たんだろうね。多分、車で降りてね。目立つ格好でいたでしょ。全身スパッツで。庄屋？庄屋でやってんだ、サーモン食べ放題。へぇー。サーモンってでも、2切れ、3切れぐらいがちょうどよくない？なんか、サーモン2キロとか食べたくないよね。胃がもたれそうだよ。いやー、今日の客層はいいですね。今日のリスナーさん最高ね。面白いね。サーモンの寿司はうまいよね。あれ、本当はサーモンじゃないんだよね、確か。大トロサーモンって言われてんのは。なんだっけな、なんかの魚なんだよね。
サーモン寿司は1キロいける。太るぞ。太るぞ。はるちゃん。太るぞ。蕎麦食べればよかった。高尾蕎麦美味しいって言うよね。1キロはダメだよ。甘く見るな、サーモンを。サーモンは甘くないぞ。今日乗ってるよな。いや、だから、今日は祖祖がいきなりオープニングで花火ポンって投げてくれたの。気持ちいいじゃん。違うんだよ。これ、いくらどんだけ頑張って喋っても、あるのよ。頑張ると。今日乗ってるの、ブースタースイッチも入れるぞ。引き出しもバンバン開けるぞ。今日はいいでしょう。さあ、アイテムタイム。風船。ああーってなんの。今日俺そんなトーク悪かったかって。もう、ああーってなんのよ。わかる？だけど、祖祖が今日はいきなり、おう、ワド、行けよってこう、花火を投げてくれんのよ。答えなきゃってなるでしょ。よし引き出し開けるぞって。よしオッケーオッケー、そうそう来たねーって。ミースキー来たねーって。わかる？もう花火が上がれば上がるほど、やっぱり、こっちはさ、もうやっぱり返さないとってなるわけよ。わかる？あ、誰々ちゃんからアイテムもらったわ。これは返さんといかんなと。わかる？だから、やっぱ先にもらったら、こう、プロとして仕事やんなきゃみたいな。これはあるよ。な、アイテムタイムは設けてるけど、先出ししてガンガンやってるのに手応えねえわっていう時はさ、あるのよ。やっぱ心折れんのよ、人間だから。それでも前のめりにやってんだけど、何日も続くと、いやー、どうしようかなーってなるのよ。寝つきが悪いっつうか。だから気持ちいいよ、やっぱり先にポンって、おいっつって、前チップやーっつって、今日どんなもんじゃよワドっつって。それはね、やっぱ行かないと。いくら丼うまいよね。いくら丼うまい。そうそう、マスの種類なんだよね。うん、1キロぐらいしか太らない。違うでしょ。1キロを毎日吸収していって、毎日1キロ食ったら太るでしょ。どの理論だよそれ。1キロ食って太らないってどういう理論だよな。すげえな。あー、海鮮丼食いたいね。海鮮丼。昨日のマクドナルド配信すごく面白かった。マクドナルド配信とかやったっけ？のんちゃん面白いよ。プロリスだから、のんちゃん。のんちゃんも配信者だからみんなフォローしてね。のんちゃんも配信始めたから。応援してあげて、みんな。次の日何も食べなきゃいい。あー、でも胃袋でかくなってくじゃん、だん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 一気に食うと。次の日も食っちゃうんだよね。今度機会あったら高尾さん配信よろしくお願いします。あ、フォローありがとうございます。ぜひぜひ。うん、高尾さん配信か。山あそこね、電波ないんすよ、高尾さん。だからね、ちょっと厳しいもんがあるんすよね。高尾さん電波弱い。あー、フィレオフィッシュね。はいはい。今日もフィレオフィッシュ2つ食べて寝たよ。フィレオフィッシュにハマってる。高えな。1個320円もすんだな、フィレオフィッシュ。ちょっと高い。やっぱね、気持ちには気持ちで答えたいくなるのが男でしょ。気持ちには気持ちだよ。なんかさ、もう、決めつけの人とかいるんだよ。なんかこう、レッテル貼られて、他の配信者の枠で、ワドこんな人間だよって、ネガティブキャンペーンされて、あ、そうなんだって思うじゃん、ワド応援してる人でも。あ、ワドってそういう人間に見えるかもって。そうなると楽しめなくなっちゃうんだよ。要は、バカがディズニーランドにミッキーはおっさんだよっていう話をするバカがいるの。そう、それ見ると萎えるじゃん。魔法が解けちゃうんだって。せっかく俺がさ、夢とね、希望の王国を作り上げてるのにさ。だね、そういうね、なんかね、そのネタバラシみたいなことするやつらあんま好きじゃないんだよね。なんかリスナーが萎えちゃうことをやるっていうか、そういう放送見ない方がいいよ。
モスバーガー美味しいよね、フレッシュで野菜も新鮮だし。モスバーガーほんと好き、俺も最近食ってないけど。そうなんだよ、フィレオフィッシュバーガー320円なんだよ、高いよね。そこなんだよな、リスナーさんを盛り上げて、閲覧取れるからって言ってネガティブキャンペーン貼ってもリスナーさんは慣れてく一方なんだよね。いや、鮫島さんクラスだったら盛り上げてくよ。中に入ってんのおっさんだって言わないのよ。中に入ってんの宇宙人だっていうタイプだから、あの人はもう放送のプロだから分かってるのよ。そう、夢をどんどんでかくしていくタイプの人だから。ただね、素人が俺を評論するのはどうかと思うんだよね。あの、その鮫島さんとか格上の人だったらいいよ、閲覧取れてる人、どれさんとかいじり方分かってるわけじゃん。だけどいじり方も対応も分かんねえやつがとやかく言うっていうのはダメだよな。ああいう放送は見ない方がいいよ、面白くない。そう、ミッキーだから。ミッキーズがまあティンカーベルだよね。スラムダンクで言うとルカは変えて、ディズニーランドで言うとティンカーベル、ハンターハンターで言うとキルアですから、ルローニケンシンで言うとアオシだよね。ドラゴンボールで言うとトランクスだし、わかる？プロレスは八百長だからつまらないって決めるのと似てるな。それを含めて楽しむものなのに、総合格闘技だっつってんのにね、バカだよね。そうだから、そのリテラシーが問われる放送ではあるんだよ。リテラシーが、俺の放送は小難しいんだよ。ちょっとコツを、見る側にコツがいるんだよ。そう、見る側にコツがいるの。だからキッズ向かないんだよ。そう、大人向けなんだよね、ちょっとアダルト。わかりやすくわかりやすくしてたんだけど、やっぱちょっと小難しいらしいね、リスナーさんからすると。まあそれでもね、だいぶ客層かなりいい方だと思ってるけど、分かる人に分かればいいっていうスタイルだからね。だからね、大手になるってね、そういうことだと思うよ。要はあの、バカに、バカ向きにやることじゃん。で、俺の放送ってバカ向きに全然やってないのよ。変な話だから、そのバカであればあるほど分からない放送にしちゃってるから、そこなんだよね、難しいところは。そう、大手になるっていうのは徹底してバカ向けにやることだと思ってるから、もうそれはね、なんか嫌なんだよね。頭良くないと無理なんだよ、俺の放送は。その俺がギャグを言ってるのかマジで言ってるのかを見極めるリテラシーが必要だから。本気で言ってるのかギャグで言ってるのかを見定められる人じゃないと俺の放送は楽しめないよ。そうそう、ひねって聞く、そうそうそう、ひとひねりして聞くと楽しいのよ。そう、バカにも分からせるのがプロなんじゃない？違うんだよ、バカ向けにもできるんだよ。だからそこが分かってないの、成田さん。俺はできるよっていうのは閲覧とかリスワンで示してるのよ。要はバカ向けで数字取るのなんて簡単にできるよってやってるわけよ、毎回毎回。だから取れるわけじゃん。で、俺はそれが嫌いなのよ。仕事であくまでもそっちもできるんだけど、あえてこれやってんだよっていうのを徹底して見せてるんだけど、バカはそれが分かんないんだよ。だからいいの、いいの、分かる人だけ分かればいいから。ついてこれない人はついてこれないのよ。そう、俺が何やってるかは分かんないの。そう、違うんだよ。そう、数字は取れるの、あえて取ってないのよ。なんでかっていうと、そこの客層に興味がないから。そう、だからマジレスするタイプの人はダメだよね。真に受けちゃう人のタイプは向いてないよね、俺の放送ね。そう、バカが食いつくのはバカ配信者なのよ。それはあえて、そのプロとしてやってんのが金梅さんだと思うよ。あの人めちゃめちゃ頭いいんだよ、金梅さんって。そう、あえてそのバカ向けにやってるっていう。だからそれを分かってる人が支援者だよね、金梅さん。これはエンターテインメントなんだって、金梅劇場なんだっていうことを理解してる。だけど多くの人は金梅さんの価値を分かってないよね、やっぱり。大人は分かってるけど、でもね、あんまりそういう放送俺は向いてないと思ってる、自分で。なんか大人な会話が好きだから、
簡単に言うと違う視点から見ると良いと思うけどね。そう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 。俺をまっすぐ見るやつはダメなんだよ。そういうこと。ヘタレンさんは本当にいいアドバイス。和道はまっすぐ見るとイライラするの。そう。まっすぐ正面から見るとダメなの。超客観的に斜めから見るの。そういう楽しみ方ができる人はめちゃめちゃ面白いってなるのよ。俺の放送は。それを理解できてるのがドレさんなんだよね。そう、配信者の中では。ドレさんはよくわかってんの。斜め下から見るんだよ。スーパースターと対話するっていうコントを楽しむ枠だから、参加型エンターテインメントだから、スーパースター和道に会いに行かないといけないわけだから、アンチコメなんて書いたらダメなんだよ。ここは徹底してよいしょしていった方が面白いの。どん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 こう褒めた方がいいんだよ。その方が絶対面白いの。それを分かってる人があえてやってるわけじゃん。そんなさ、俺がすげえなんて本気で思ってるわけないじゃん。170人が170人小馬鹿にしながら、いや、ワドかっこいいよねって、イケメンだよね、モテるでしょって。わかる？花火投げながら。ね、モテるんだよ。っていう、この楽しさがわかんないやつはもう向いてない。そう。ワド頭いいよねって。ワド会社員になっても成功するよつって、でしょつって。でも俺会社員向いてないんだよねっていう、このあうんの呼吸を楽しんでいく放送なのに、バカが、おい、お前会社員なんか向いてるわけねえだろ。お前なんか配信終わったらダメだ。はぁ、つって、うん。で、バカな女が、頑張れー、わざわざ頑張ってーと、もう、カオスだよ。地獄絵図だよ、本当に。地獄絵図。風船休暇ありがとうございます。愛子さん頭いいっていうか、愛子さん育ちが良さそうなイメージかな。頭がいいとか頭が悪いとかじゃなくて、なんか育ちが良さそうな雰囲気があるね。スマイル素敵、ありがとう夫婦マン。そう、乗っかっていかないとダメなの。さっきも言ったじゃん、ディズニーランドには乗っからないと面白くないで、楽しめない、アトラクションを楽しめないんだったら入場する資格はない。他のアトラクションいっぱいあるわけだから、和道をライドしていかないと。頑張れだけ面白いんだ。たまにぶっ込むからね。全然関係ない文脈でぶっ込むっていう。風船7個ありがとう。はい、こんばんは、解放。お疲れー。全力で乗っかっていくっていう。うん。さよなら。さよなら。そう。だから、このアトラクションは、リスナーを選ぶよって。これは、ハマるとハマるんだよ。このアトラクションは癖があるの。あのね、なんだろう、ディズニーランドのアトラクションで言ったらね、インディ・ジョーンズとかじゃないんだよ。スプラッシュ・マウンテンでもないの。なんだろうな。俺な、ディズニーランドの乗り物だとしたら何かな。はい、マリアンお帰り。病院回りしてきたんだ。お化け屋敷でもないな。ディズニーランドで言ったら俺何かな、アトラクションで言ったら。プーさんのハニーハントかな。違うな、プーさんではないな。なんだろうね。カリブの海賊だ、それだ。そう、いつも空いてるの。30分で乗れるのよ。でも意外と奥が深いみたいな。カリブの海賊とか、いつはスモールワールドだよね、俺ね。うん。そこだろうね。世界は狭い、つってね。多分、その辺だよね。カリブの海賊とか、いつはスモールワールド。なんか、いつでも、なんでなくさないんだろうって。ここなんでテコ入れしないんだろうって。でもなんかいいよねって。変わらないよねって。このチープな感じがいいよねってね。その辺だろうね、多分ね。俺でもカリブの海賊結構好きだよ。パイレーツオブカリビアンだからね。いつはスモールワールドね。いつはスモールワールドも乗るかな、結構。よくない？あの世界観。ただひとつって。あのね、あの歌詞が深いって言ったら、アンパンマンのテーマソングってすごい深いんだよ。
読み上げようか。アンパンマンの歌、歌詞。アンパンマン。すげえね、暗いの。歌詞。ちょっと読み上げるね。すごいよ、アンパンマンマーチ。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。たとえ胸の傷が痛んでも。もうこのオープニングやばいじゃん。このオープニングやばくない？出だしはいいのよ。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。ここいいんだよ。でもね、この後すごいの。たとえ胸の傷が痛んでも。暗い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 。わかる？なんか。わかるぞ。もう出だしがやばいの、世界観が。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。たとえ胸の傷が痛んでも。やばいでしょ？で、その後ね。何のために生まれて、何をして生きるのか、答えられないなんて、そんなのは嫌だ。今を生きることで、熱い心燃える。だから君は行くんだ、微笑んで。そうだ、嬉しいんだ、生きる喜び。たとえ胸の傷が痛んでも。やばいでしょ？この世界観やばくない？何この深さ。なんでこのさ、このハッピーな感じで始まってアップな感じのメロディーに、たとえ胸の傷が痛んでもって何か背負いすぎでしょ。すごいくないですか。何があったんだっていうさ、その、俺この世界観すごい好きなんだよね、アンパンマンの。アンパンマンマーチだよ。何なんだろう、この。時は早く過ぎる。光る星は消える。だから君は行くんだ、微笑んで。これ子供に言うこと？時は早く過ぎる。光る星は消える。だから君は行くんだ、微笑んで。時は早く過ぎる。光る星は消えるってさ、なんか怖いよ。そうだ、恐れないで、みんなのために。愛と勇気だけが、愛と勇気だけが友達さ。暗い暗い暗い。暗いよ。もうね、孤独なんだよ。すっごいよ。アンパンマンマーチの歌詞見てごらん。何が君の幸せ？何をして喜ぶ？わからないまま終わる。そんなのは嫌だ。何が君の幸せ？何をして喜ぶ？わからないままで終わる。そんなのは嫌だ。忘れないで夢をこぼさないで涙。ここはいいんだよな。だから君は飛ぶ。ここ普通なんだけどね。ストレスっていうかさ、なんか心の傷背負いすぎてるんだよ、このスーパーヒーロー。アンパンマン悲しいよね、なんか。なんだろうね、この世界観。闇が深いよね。そう、なんかアンパンマンの孤独感がすごいのよ。なんか。だから、アンパンマンをハリウッドでリメイクしてもらいたいよね、なんか。すごいかっこよく。なんかその、スティー、アマン・オブ・ヒーローとかさ、あるじゃん。スーパーマンだったのにさ、スティー、なんだっけ、スティール、あ、スーパーマンなんてリメイクだっけ？あと、エイリアンをさ、プロメテウスとかさ、バットマンをダークナイトみたいな。なんか、アンパンマンを、アンパンマンにさ、なんか名前を変えて、すごいシリアス系のアンパンマンやろうよ。ハリウッドで。ショーリメイク。なんだろうね。ダークナイトみたいな感じ。それ作者がアンパンマンの作者の、そうそう、作詞家なんだよね。そう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 。あの、絵本作家なんだよね、もともと。確か。作者って。で、結構ダークな話なんだよ。俺一冊持ってたけど、なんかね、絵のタッチとか怖いの、なんか。ちょっとアウトサイダーアート入ってて。すげえ暗い話なんだよね。
ブレッドマン。ブレッドマンね。リメイク。日本アンパンマンとは分からずに、ブレッドマンっていうね。ザモーゼさんが、デューン。いいか。パンをこねるときは、愛情を持ってこねるんだよ。って。パン。美味しいパンを届けたいだろう。パン。俺は何十年もこうやってパンをこねてるんだよ。っていう、なんだかわかんない、すっげえかっこいい白人がパンをこねてる、あれこれパン屋さんの話？すごい良さそう。なんかパン、なんかすごいシリアスなパン屋さんの話なのねっていうオープニングからブレッドマン。ロンリーブレッドマンね。あ、ロンリーブレッドマンだ。そう。から始まって、その、カランカランカラーンって。フランスパンください。で、そうすると、デューンつって隕石とかが降ってきて、はーってこう、バケットを、バケットをわーってやった時に、アンパンマンがスーンって、黒い影がフューンつって、スタッ僕のパンをあげるよ。それ見たいな。やらないかな、ハリウッドで。ブレッドマン。ロンリーブレッドマン。絶対見るよね。なんか下手にドラゴンボール、とかさ、リメイクするぐらいだったらロンリーブレッドマン見るぞ、みんな。誰か企画書持ってかないかな、ロンリーブレッドマン、うん、ロンリーブレッドマンは絶対面白いよね。知り合いなの、アンパンマンの声優。すげえな。すげえな、それどんな人脈だよ、うん、めちゃめちゃかっこいいのよ。うわあって持ち上げんの。ビルが倒れてくんのよ。で、下敷きになる子供とかが、いやーって言ってる時、アンパンマンが、うわあって。バンバン顔打たれて、バンバンアンパン飛んでくの。うわあって。めっちゃ見たいでしょ。そうそうそう。カレーブレッドマンも出るからね。食パンマンも出るし。めちゃめちゃ見たいな。逃げろーつって。俺のことは置いてけーつって。バキバキバキーつって体がどんどんこうミキミキいってくんだよ。すっごい血管バキバキになる。ガーッ。ねえ、スパイダーマン VS アンパンマンとかで。マーベルスーパーヒーローズバーズ、アイアンマンバーズ、アンパンマン。ねえ、そういう映画を作ってほしいよね。なぜそこに行かないんだっていう。もっと日本のアニメ素晴らしい。サザエさんの実写化とかね。サザエさんだったら何がいい？タイトル。何がいいんだい？ブレッド、ロンリーブレッドマンじゃなくてサザエさん。サザエさんのタイトル考えようか。いろんなのある、ちびまる子ちゃんとかね。掘り下げてほしいよね、もっとハリウッドは。日本のなんかかっこいいやつばっかりじゃなくて、もっと家庭的なの、クレヨンしんちゃんとかね。メモリーオブクレヨンとかね。なんかあるでしょ、もっといっぱい。エンディングどうなんだろうね、ロンリーブレッドマンのエンディング。やっぱ顔変えるシーンかな、最後のシーンは。ジャムおじさんが、うわお。くる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 、ピタッて。シェルファミリー。磯野家。シェルファミリー。ああ、いいね。シェルファミリーね。すっごい感動するんだろうね。もう涙止まんないんだろうね。ワカメが結婚するんだろうね、多分ね。カツオが走るんだろうね、すごい。ワカメーつって。野球映画の要素もあるからね。磯野、野球しようぜ、つって。草野球映画だろうね。シェルファミリー。
でもバットマンをダークナイトってやったのはいいよね。今日配信で初めて和道の配信の楽しみ方が分かった。俺はストレートに見すぎてたの。そうだよ。だから車に斜めに構えてみるとすっごい楽しくなるの。まっすぐ見ると俺と戦うことになるから疲れるのよ。違うの、もうすっごい斜め下から見るのよ。だからそれをね、掴むまで時間がかかるから、だから最初みんなアンチだっていうの。ただ見方を覚えたら急激に楽しみ方わかるから。みんなまともに聞いてないのよ、うちのリスナーは。俺の話を全力で真に受けないの。だけど全力で真に受けたふりをするの。だからガチ囲いやばいって話になるんだけど、たまに勘違いして真に受けるリスナーがいるのも面白いのよ。和道すごいよね、和道すごいよねってみんなプロレスやってんのに本当にすごいんだって勘違いするリスナーが出てくるのがまた面白いのよ。それを全員で車に構えて見るっていう放送なのに、全然分かってないんだよ。うん。アイコスに変えようとは思いませんが。アイコス反対派かな。なんだろう。アイコスは体にいいみたいな風潮あるじゃん。なんかアイコス信者が言う。体に悪いもんを吸いたくて吸ってるんですよ。体にいいから吸うっていう発想だったら、体にいいを優先するんだったら、そもそもタバコ吸わないっていう。今朝のトツの自己っぷりすごかった。でしょ？あいつは分かってないんだよ。いや、うまくいじれるよ。あいつをうまく料理することはできるよ。正直、俺のスキルだったら、どうにでも面白くできるんだけど、気分じゃないよね。乗っかってないよね、やっぱり。アイコス、なんか焼き芋の匂いがするとか言うよね。アイコスには変えようっていう気はないかな。体に悪くて全然 OK みたいな。体に悪いもん吸ってんだからさ。まっすぐ見る人は苦手かもね、俺の放送。要は俺が言ってることがどこまで本気なのかがさじ加減がわからないんだと思うの。そのこれはマジなの、これはフィクションなの、ドキュメンタリーなの、何なの、対談番組なのっていうジャンルがつかめないんだよ、多分まっすぐ見ると。そうじゃなくて、フォレストガンプとかなんだよ、ジャンル的に言うと。俺のなんだかわかんないの、時計仕掛けのオレンジとかなの、わかる、この映画何なのっていうジャンルなんだよ、わかる、ジャンルはないの。そこなのに突っ込もう突っ込もう突っ込もうって、だってフォレストガンプとか突っ込んでいったらキリがないじゃん。時計仕掛けのオレンジとかよくわかんないじゃん。で、よくわかんないものを楽しむわけなのに、わかろうとするというか、そこにマジレスしちゃったらダメなんだよね。それはわかりやすいコメディとかさ、わかりやすいホラー映画とかだったらわかりやすいよ。わかりづらいんだよ、ここは。そう、ぼーっと聞いて、ポケーっと見て、よくわかんねえな、今日も、つって。今日もよくわかんなかったけど面白かったわっていう放送なんだよ。もうポケーっと見んの。バカだなーこいつつって、あ、バカだなーつって、よくわかんねえわーつって、また明日見ようって。そう、そういうこと。はい、サーモン行ってらっしゃい。そう、巨匠だから、巨匠巨匠はやることがよくわかんない。そう、世界観がとてつもないから、世界観が俺が俺のことをよく分かってないのに、誰かが俺のことを分かるとはとても思えないよ。まだ俺が俺の取り扱いができてないんだから。だから浅井さんとかのんちゃんとかさ、ロハコさんとか海宝とかが集まってくるわけじゃん。その世界観に共感していくわけじゃん。わかるでしょ、浅井さん、海宝、ロハコさん、のんちゃん。もう、この、主演女優たち、演者たちを見てもらったらわかるけど、この世界観が好きっていう人は、やっぱりそういう世界観。コメントね。全然、運転に集中してください。だから、それでいいのよ。それをこう眺めて楽しんで、エンターテインメントとして捉えられる人だけしかわからない。だからそのガンダムが好きな人とか、なんだろう、それこそちびまる子ちゃん、サザエさんが好きっていう人には理解ができないよね。ドラゴンボールではないから、
だからドラゴンボールだと思っちゃダメなのよ。ハンターハンター見慣れてる人からすると全然面白くないの。その、なんだろう。そこなんだよね。そのさじ加減が難しい。部数は売れないですよ。僕の放送は。視聴率も取れなければ部数も取れませんよ。ただ、間違いなく言えるのは根強いファンに支えられてるっていう。根強いファンに支えられてる放送の。だから深夜番組だよ。テレビで言ったら。好き勝手やってんのよ。だからちゃちゃ入れるもんでもないの。夜中にやって好き勝手やってんだからほっとけって話なの。昔のテレビの深夜番組とかそうじゃん。クレーム入れてもじゃあ見なきゃいいんすかつってガチャって切ってるでしょ。プロデューサーとか。あ、見なくていいっすよ。つってガチャ。ゴールデンとかだと対応するでしょ。報道ステーションとかだと対応するでしょ。報道じゃないの。勝手にもう番組制作者が好き勝手やって遊んでるだけだから誰も見なくていいんだよっつってもう完全な内輪乗りね。ゴールデン番組はどうぞゴールデン番組でどうぞどうぞ盛り上がってください。あ、アイテムタイムやるの忘れた。3回目のアイテムタイムです。もしよかったらアイテムください。よろしくお願いします。喋りに集中するため、1時間に1回アイテムして、アイテム1時間に1回だけアイテムもらうようにしてます。もしよかったらお気持ちでも構わないんで、この放送のスポンサーになってください。よろしくお願いします。風船1個でも花火でも構いません。よろしくお願いします。アイテムタイムスタートです。戦隊もの遊びね。はい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 。あ、新聞ならトースボ。そういうこと。トースボに書いてあるのにクレーム言わないでしょ。そういうこと。金魚鉢さん正解。新聞ならトースボなんだよ。そう、トースポにマジレスするやつは頭悪いの。風船3個ありがとう。まいちゃんバーガー7個ありがとう。まるさんバーガー3個ありがとう。ヤノラッキーさんバーガープレゼントありがとう。おー、コピちゃんもありがとう。コピちゃんバーガー5個ありがとう。そういうことそういうこと。だんだん分かってきたね。解放風船プレゼントありがとう。そう。のんちゃん風船3個ありがとう。ありがとうございます。いいね。トースポ。新聞なら和道の放送はトースポだから。いい例えだと。ニャコーバー、風船5個ありがとう。ペさんバーガープレゼントありがとう。みんなありがとう。ありがとうございます。トースポにマジレスをしたらダメ。もう完全うちわ乗りの放送ですから、うちは。ペさんバーガー2つありがとう。ペさんバーガーありがとう。ペさんバーガーありがとう。ニャコバーガーありがとう。ありがとう。解放風船7個ありがとう。ありがとうございます。花火欲しいな。誰か花火くんないかな。ペさんバーガープレゼントありがとう。猫屋さん風船5個ありがとう。誰か花火くれよ。花火お願いします。皆さんありがとね。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでってください。あ、気持ちはいらないから。気持ちはいらない。そういうのいらない、うん、うちにはそういうのいらない。アイテム投げるか投げないかだから。はい、みーすけ風船10個プレゼントありがとう。のんちゃん風船6個ありがとう。気持ちはいらないから。結果でいこう。結果で、うん、気持ちとかいりません。そう、気持ちなんて飯食えないから。気持ちじゃ飯食えないし響かないから、うん、気持ちなんていれません僕は。成田さん、あ、来た。大花火ありがとう。そうそう、綺麗な花火だな。ありがとう、ありがとう。大花火あざーす。よっしゃ頑張ろう。ありがとうございます。気持ちいいね。気まいいね。そうそう、今日も。煙突でーす。お花火ありがとう。そうなんだよね。まあでも、楽しめるようになったら大人だよね。俺の放送を普通に楽しめるようになったら大人を名乗っていいと思うよ。だって、その、大人ってさ、その扱い方がわかるわけじゃん。この気難しい男の。気難しいと思うよ、正直。
扱いづらいし。で、完璧にコントロールできるようになるのよ。かっこいいよね。こんだけ気難しい俺と付き合いできるんだから。一流ですよ。こんなに癖のある男とさ、絡むのって難しいんだよ。だから癖のあるやつはね、噛めば噛むほど癖になるんだよな。味が出てくるんだよな。そこだよね、わしの魅力は。わしはそういう男ですよ。わしは何時からやろうかな、スケボー。夜の7時ぐらいでいいかな。だんだん暗くなってきたね。まだ明るいな。まだちょっと明るい。何時ぐらいからスケボーやろう。そうだよ、赤毛寄り目手長猿は難しいって。にゃーね、じゃあアドバイスしようか。にゃー、俺の放送ちょっと楽しみたいっていう欲求ある？ 1% でもあるんならちょっとアドバイスしてみようか。にゃー、俺の放送が面白くなるアドバイス。これ本気で、俺が都合のいいようにじゃなくて、にゃーが俺の放送ちょっと楽しみたい、私もそっち側になってみたいっていう気があるならアドバイスをするよ。どう？何パーかある？楽しみたい気持ちは。楽しみたい気持ちあるの？ないの？ないんだったら別に自由にやってもらっていいけど。あのね、ディスるときは褒めながらディスるんだよ。嫌味を言ってごらん。嫌味を言うの。そう。俺はストレートに悪口言っても届かないから。嫌味を言うの。嫌味言ってごらん。7% あるでしょ。ここの人たち嫌味言うの得意だから。言わせてごらん。みんなお手本見せてあげて。お手本見せてあげて、和道リスナー。和道リスナー、ちょっと嫌味の言い方教えてあげて、ニャーに。ちょっとニャーを教育しよう。和道の放送の見方。初心者がいるから。みんな書いて。和道に嫌味。ここはストレートに言ったらダメだから。斜め下からひねくれたコメントを持ち上げながら言うんだよ。それが面白いの。嫌味コメント書いてごらん。で、にゃーもやってごらん。ワド頑張って。いや、だから、頑張れっていうのは、俺が頑張ってるからやってるわけよ。頑張ってないやつに頑張れって言われても意味がないよね。俺には届かないよ。お前が頑張れよって話だから。ペ、働け。な。頑張れ。頑張って。バカなの？頑張らないよ。もっと来い、もっと来い。どんどん来い。ああ、もうやだな。頑張ってって、またその話したくなった。俺、何度でも言えるよ。そう、頑張ってが本当に嫌いなの。頑張らねえから。ネックレスかっこいいでしょ？いや、あのね、結局、物をつけるのってセンスなんだよ。で、俺から言わせると、まあ、ネックレスも、要は、なんつうの、ジーパンは606、ヴィンテージだし、ネックレスもやっぱ一味違う。やっぱ街歩いてると言われるよ。あ、すごいかっこいいネックレスですね、って。知らない人からも言われるし。不健全が似合う男で、だって健全なわけないじゃん。健全って何？って話になってくるよ。だって世の中が不健全なんだもん。俺からすると、この世界が不健全だから。俺にとっては健全にやってるつもりでも、不健全な奴らから俺のこと見られたら、やっぱ俺は不健全に見えるんだろうなって。ただ俺は健全だからって。俺はまともだからってなるよ。はい、ライパツさん、風船ありがとう。センスいいでしょ？センスだけで生きてきたよ。センスだけで生きてきた。センスの塊だから。映ってるもの全部にセンスの感性の塊でしょ。俺の世界観。眉毛より髪剃った方が閲覧上がったよね。いやー、違うでしょ。何やっても俺は閲覧上がるから。違うんだよ。何やっても閲覧上がるんだよ。ダメだなー。ダメだなー。まだ分かってないな、ニャー。まだ分かってないな。意見なんていらないんだよ。俺を褒めるんだよ、とにかく。褒める中にセンス。これ、ノリコとかがセンスいいよねとか、不健全が似合う男だぜとか、ネックレスかっこいいとか、これ何を言ってるのかっていうと、かっこ悪いって言ってんだよ。
こういう風にやんないとダメなのよ。自分の主観を入れないの。徹底して逆のこと言うのよ。わかる？逆に行かないとダメよ。その言葉遊びゲームを楽しまないとダメよ。そこがね、やっぱ難しいんだろうね。徹底して褒めないとダメなのよ。これをセンスいいよねっていうのをガチで言ってると捉えてる人がダメなの。それを笑ってる放送なんだから。上がってないよね。だって和道さん声いいですねって、あれ全部声気持ち悪いって言ってんだよ。和道さんかっこいいって、お前ブサイクだねって言ってんだよ。それをまともに受けてる人がいるのよ。それを滑稽だっていう話なのよ、俺らからすると。なあ、和道さん年上にモテるっていうのは男として魅力があるんですねって、そんなこと言うわけないじゃん。そういうことだよね、とこしさんね。どう見てかっこいいんだよっていうところを楽しむ放送なんだから。それでもかっこいいかっこいいって言い続けるから面白いんだよ。わかる？おしゃれだねって、そう。おしゃれだねって。僕ごめんなさい、 DM やってないっす。そう、部屋の中でクスクス笑う放送だから、小バカにする放送なのよ。わかる？雑巾を晒し上げていく放送だから、雑巾を飾る放送だから、雑巾だから、雑巾にスワロフスキーとかデコレーションする放送なの。汚い汚い雑巾をピカピカにする放送なの。なんかこう金のラメの糸とかつけちゃったりとか、フリルとかつけたりとか、汚い雑巾にデコレーションしていくのよ、みんなで。ダメなんだよ。キモかっこいいよじゃダメなのよ。要は悪意があったら、それはだから、要は木を照らってることになるから、違うんだよ。分かってないんだよね。だから、アンチはね、癖が抜けないんだよ。ただの悪口になっちゃうの。全力で褒めてごらん。意味がわかるから。全力で褒めないから、俺の放送が楽しめないの。そう。そこを分かってないんだよな。そう。分かってないな。雑巾にデコレーションすることができないんだよ。ああ、ギター枠いいでしょ？俺のギターで、だって本当に聴きたい聴きたいって言って、みんな、ね、歌いてみたいな。もう俺歌いていけるかなと思ってるもん。本当に。結構自信あるよ、歌に関しては。丸さんありがとう。醤油さん、運転終わりました。ああ、お疲れ。お帰り。だって、ね、でやっぱ始めてよかったよね、ギターなんて。結構うまいうまいって言われて。和道さんの歌ね、ね、聞きながら寝たいっていう人もいるしさ。ね、歌は耳が幸せでしょ？そう、女の子に人気なんだよね、歌枠は。っていう放送なんだよ。これがわかんないんだよ、多分。トコシとか、ね。トコシとか、さっきの女の子、ニャーはわかんないんだよ、これが。これをマジだと思ってるんだよ。これをマジに捉えるバカがいるんだよ。あ、ねえ、いい振りありがとう。丸さんが正解だよ、これは。和道さんって、ギター枠閲覧上がって好きっすって、閲覧が上がってっていうのは嫌味だから、ここはね、和道さんのギター聴いてると幸せな気分になれますって言うと面白いんだけどね。分かってきたでしょ、男子。分かってきたでしょ。そう。そう。あ、銀はつけてるよ。銀はつけてる。歌は一度聴くと忘れられないってね。そうだよ、とこいいじゃん。分かってきたじゃん。そういうことだよ。褒めちぎるんだよ。褒めちぎるん。精進して、そう。俺が太った時ほど、あれ和道痩せたってコメント打つのよ。わかる？あれ和道痩せたって。俺が太ってる時ほど書くの。わかる？そう、声だけで妊娠しそうって、ね、そう、そうすると急に面白くなるよ。要は仕掛ける側に回んないとダメよ。くれくれはダメなの。ちょうだいちょうだいって、毎日ギター枠で笑って聞いてます。運転中事故ったら和道のせいだぞ。そうだね、運転中に俺の放送を見るのは危険だよ、本当に。命がけだよ。命がけ。リスキーだよ、リスキー。
まあ、うちのリスナー大体命がけでね、星座で聞いてるからね、俺の放送ね。和藤さん、今日もボードファイト、怪我しないでね。オッケーオッケー、醤油さんありがとう。うん。あー、ライパチ下手だね。和藤さんが太ってようが痩せてようが興味ないです、じゃなくて、和藤さんが太ってようが痩せてようが、どっちも好きですって書いたら面白かったんだけどな。ここなんだよ。要はね、興味ないですとか、その、俺がやらないといけないのを自分がやろうとしてるんだよね。うん。わかる？うん。だから、ここなんだよ。食えないバンクバンドっぽくてかっこいいっすって書いちゃうと、面白くないんだよ。そうじゃないんだよ。あれって、ロックシンガーですよね？って乗っかった方が面白いじゃん。あれって、プロのミュージシャンですよね？ってやんないんだよ。ここが下手なんだよ、うちのアンチは。アンチほどやらないとダメなのに。え、メガネって、それ、どこのブランドですかって。カルティエですかって。わかってないよな。なんかね、ちょっと目立とうっていう。その、俺はアンチだみたいなのを入れようと。違うんだよ。全力で囲い系の方がアンチっぽくていいんだよ。バカだよね。うん、あれこの前 M ステーション出てましたとか、紅白出てましたよねとか、もう全力で乗っかんの。半端に乗っかっちゃダメなの。いや、アンチ癖が抜けてないの。全力で乗っかるの。全力で。さっきも言ったでしょ、ディズニーランド行ったら。そう、そういうこと、そういうこと。吉行さん、そういうこと。そう。その腰回りは聖剣好きでやってたの、すっきりしたよ。あー、まあまあ良くなってきたかな。まあまあ、まあまあ良くなってきたな。あ、まあ聖剣好きいじりたいんだったら、和道さんの聖剣好きだったらプロいけるんじゃないのとかね。和道さんの聖剣好きで倒せない相手なんていないっすよ。ってやった方がいいよね。まあ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 、真面目なんだろうね、みんな。うん、だから、その、面白さだよね、そこの。バカありがとう、ヤスさん。バカありがとう。そう。乗っかる楽しさを覚えてほしいよね、一回。バカありがとう、ヤスさん。乗っかっていかないと。うん。そう。でもね、ニコ生はこういうコメントうまいよね、やっぱりね。ニコ生のコメント職人はうまいんだよね。アドさんはな、オールナイト、オールナイトオファー断ってるんだぞって。いいじゃん、それ。いいじゃん。最高だよ。もう100点だよね。いいじゃんね。これで釣れたリスナー、新規リスナーいたら面白いよね。オールナイト日本断ってっから、アドさんって。いいよ。いいよ。絶対嘘だからね。100% 嘘をついてくんだよ、そう。いいよ、とこ。絶対断ってないからね。まずオファーが来てない。うん、全部嘘だからね。いいよ、トコ。あれ、トコ、100点だよ、今の。シュールだよね。和藤さんはな、オールナイト日本でオファー断ってるんだぞって。うん、あ、その話は、だから、そういうコメントが来たら、だから、あ、トコダメだよ、それ、オフレコ、つって。あの、契約あるから、って。わかる。わかる。そういうコントができるわけだ。トコダメだよっつって。それお前、LINE で言ったのお前内緒だから。著作権の関係とかいろいろあっから。うん、ねえ。ごめんごめんってワードって。つい！アンチがうるせえからつい！そうするとまたね、雑談たぬきでまた嘘ついてるよって。あそこのリスナー嘘つきだよ、つって。和道も嘘つきだけど、嘘つきしかいねえよ、つって。うん。ミュウツー、あれはどうしたの？性格の不一致？知らない。ミュウツーの放送見てないから。うん。そうそうそう。いや、オールナイト日本の下りなんてもうちょっと100点だよね。そう。だからスーパースターだと思って、丁寧に気難しいスーパースターにインタビューする感じでやってごらん。オッケー。じゃあさっき、今、アンチいる？アンチいたら、スーパースターに、丁寧にインタビューする感じで、やってごらん。インタビューする感じで。それだよ。スーパースターにインタビューをする。記者だと思って。
ライターだと思って接して。すぐ帰っちゃうから、すぐ楽屋に引っ込むから、気分悪いっつって。そう。でも、乗せる吉田豪とかうまいわけじゃん、やっぱり。で、人間関係を築いた上で、そう、突っ込んでいくわけじゃん。そこが下手なんだよ、アンチは。そう、インタビュアーだと思って、自分のこと。そうするとね、200倍ぐらい俺の放送楽しくなるよ。暗くなってきた。あー暗くなってきたね。行こうかな。行ってみる？そろそろ。もうちょい経ってからでもいいか。今日はね、チックタックっていう技を練習しに行こうと思ってます。チックタック。うん。チックタックね。だからね、多分ね、リスナーはツッコミをやりたいんだと思うよ。俺が好きなのはボケにボケをかぶしていくタイプが好きなの。ツッコミはいらないんだよ。悪ノリ悪ノリが一番面白いよね。伝説のスケボー見せるよ。だってさ、二日目でさ、板に乗れるやつなんかいないよ。見せる見せる。俺っていう波に乗っかってほしいよね。もういいかな。もういいや。もういいや。ただ、その気持ちを忘れないでねってことだから。常にそうしろってわけじゃないのよ。その気持ちがあると放送面白くなるでっていうところね。その遊び心を忘れないでねって。宿泊できんの？いや、いつ行こうかなと思って。いや、面白くなったでしょ今。そういうことだから。いじり方を間違えるなよっていう。そう。ちょっと面白かったでしょ今のコメントで。自分で打ってみて乗っかられると気持ちいいでしょ。こんなのさ、暇つぶしなんだから、みんなが気持ちよくなる感じで行かないとダメなのよ。ビッグウェーブ掴みに行こうって。コンクリートの波打たねえかんだ。簡単なんだ。へぇ。和道って板に乗ると沈没しない？いやー、だからマッサン違うって。違うよ。そんな安物の板じゃ和道ダメだよって言わないとダメだよ。和道、お前10万ぐらいするヴィンテージの板買わないとダメだよって。そっちの方が面白いんだっつってんのに。わかる？そう。板に乗ると沈没しないっていうディス要素いらないんだって。全力で行かないと。全力で。俺、和道アンチになってる時はジェダイのリスナーになった。話はなかったけど、声かけたのは嬉しかった。ああ、そうなんだ。ジェダイ見てたんだ、亀尾さん。へえ。和道さん、24時間テレビで走ったりしないの？ていうかさ、俺さ、これマジの話なんだけど、これネタ一回置いといて、24時間テレビとか見る？二度と見ないよね。24時間見てるやつ吐き気しない。見ることある？見ますか？皆さん。俺人生の中で24時間テレビって本当にヘドが出るの。本当にヘドが出るの。二度となくなっていい番組ナンバーワン24時間テレビなのよ。なんなのあれ。なんなの。俺本当に嫌いなの24時間テレビ。見ないよね。どうでもいいよね。もう24時間テレビが見る、みじん1分でも見るやつは俺の放送向いてないよ。うん。ねえ。もうなんつうんだろう、吐き気がするよね、あの番組。大っ嫌い、俺。24時間テレビ。同じ黄色い T シャツ着て、気持ち悪い。石橋貴明さんの話、課題に似てるかな？ネット生放送が生まれたおかげで24時間テレビの意義は薄れるし、珍しさない。いや、っていうか、その、なんつうんだろう、偽善の押し売りっていう感じ。なんつうんだろう。もう偽善の塊。そうそう、偽善24時間やられてるっていうかさ、で、なんか、その、視聴者を小馬鹿にしてる態度。もう全部が嫌いなの。24時間テレビなんか別になくなってもいいやっていう。その、なんつうんだろう。嫌いなんだよね、本当に。すげえ嫌い。ちょっとね、
あの、醤油さんが振ってくれた話題、ネタとはちょっと違う方にずれてったけど、27時間とかチャリティーとか、チャリティーが何なのかって話なんだよ。うん。いや、普通にギャラが出ててもいいんだけど、あの、格好悪いの。その、俺ら、あの、弱い人のために何かをやっても、そういうのは黙ってやるから格好いいんだよ。黙ってやってるのが格好いいし、そう、黙ってやるべきなんだよ。俺はこういう弱い人たちを応援してますって時点でフラットに見てないの。上から目線なの。かわいそうでしょって。こういう、世の中にはこういう恵まれない人がいますっていう時点で、そいつを差別してるんだよ。もうクソが出るよ。クソ。ああ。そうそうそう。音竹さんと合コン企画とか、そういうんだったらいいよ。うん。そう、お涙ちょうだいっていうよりも、まずフラットに見てねえじゃんって。そう、バカにしてるじゃんって。だから、あんなのはね、その、なんつうの、上級国民っていうかさ、金持って上場企業に勤めて、なんか苦しみとかさ、人生の苦みとかを知らない奴らがさ、あ、かわいそうっつって消化する番組なんだよ。あ、世の中にこんな人たちがいるの、私たちもチャリティーしなきゃって。いや、セレブの遊びだよ、あんなの。うん。そうだよ、トム出してさ、ふざけんなっつってトムに暴れさせた方がいいよ。トムはやるぞ、トムは。トムは腕持ってるからね、トムを出せっていう。あんなにたくましいやついねえぞ。なあ。なあ、もう大嫌いだよ。24時間テレビとか。なんかその、嫌な弱い者いじめだよね。本当に、ヘドが出る弱い者いじめ。そう、かわいそうっていうのは見下してるから言えるんだよ。最低だよ、本当に。最低。うん。俺は見ないね。俺は見ないし、24時間テレビなんかなくなってもいいと思ってる。本当に。なくなった方がいいよ。あんなもん。あんなもん見てるやつクソだよ。だからたまにいるんだよ。あの、配信でホームレスの人映すと、お前ネタにしてんのかってバカ。お前がそういううがった目で見てんだよって。こっちは人間関係築いて、出演オファー出して、で、生の声届けるためにちゃんと人間関係作ってやってんだよって話なのに、ね。そう、ネタにしてるとか。要は、この人たちは映しちゃいけないっていうフィルターがあるの。障害者は映しちゃいけない。何々は映しちゃいけない。うん。映していいんだよ。映さない。要は隔離する方が差別なんだよ。MC も演者も全部障害者で構成されてれば見るかも。絶対面白いよね。うん、そういう風にあるべきだよね。いや、全部障害者じゃなくていいと思う。それはそれで差別だから。障害者とかも普通にバンバンなんか、ね、やっていいと思うよ。うん。だって配信なんか見てみろ。障害者手帳持ってる奴らばっかりじゃん。面白いじゃん。ね、手帳持ってる奴の方がね、面白いよね。普通の奴より。だから全然やれるんだから。得意分野なんだから。ね、3級2級なんかお手のもんだよ、うんうん、ああまあ大手になりたいのはほんと伝わってくるね、ジェダイは、うん、ジェダイさんは、うん、なんかでもね、うん、キャラを掴んでないんだろうね多分、ジェダイさんは。でもまあまあ気持ちが折れなきゃ絶対いつか評価されると思うよ。亀尾さんには少なくとも響いたわけだから、亀尾さんに届いたわけだ。一人一人に届く作業だからね、最初から閲覧200、300あるわけじゃないでしょ、俺も。一人一人なんかこう、向き合っていってさ。なんかこう、お互い距離感つかみながらやってるわけだから。で、距離感間違えるとリスナーと喧嘩するわけでしょ。その距離感を測り間違えたら。心地いい距離感でいるのが一番いいと思うよ。絶妙な距離ってあるんだよ。そうね、女の子だったらぴったしカンカンでエッチするまでビタビタにくっつく距離がいいのか。それとも、そう、憧れの先輩でいた方がいい距離なのか。うん。あるじゃん。その、付き合ってみたら幻滅することってあると思うの。ねえ、女の子でもそうじゃん。男で。この子可愛いなって。付き合ってみたらそうでもねえな、みたいな。性格悪いな、とか。だったら憧れたままでいた時の方が良かった、みたいな、あるじゃん。そうそうそう。距離感って大事だよ。距離感を測れるやつが俺は大人だと思ってるから。距離感間違えるやつっていうのは子供なんだよ。あ、ロムセンだったんだ。ありがとう。嬉しいっすよ。コメント書いてもらえると。やっぱ参加した方が面白いっすよ。うん、配信の醍醐味だからね。YouTube でね、ロムすることはできるから。
うん、コメント書いた方がいいっすよ。まあまあ、来た時だけ和凸って書いてもらえれば嬉しいっすね。挨拶だけ。やっぱ挨拶できない大人はクソだと思ってるんで。うん、なんかさ、その、まあ、ロムも応援なんだけど、やっぱ挨拶って大事じゃん。その、もう基本中の木じゃん。挨拶、気持ちいいよ、やっぱり。挨拶好きよ。挨拶できないやつはクソだと思ってる。挨拶が気持ちよくできるやつはコミュニケーション取れるやつだから。気持ちいい挨拶に勝るコミュニケーションはないですよ。ああ、大人でしょ。まあ、ありがとう。コメントって勇気いる？大吉さん。全然全然普通になんか楽しく話しましょう。こんなん人生なんか長い長い暇つぶしなんだからさ。ダンディズムね。ダンディズム。何食おうかな、飯。飯何食おう。よっしゃ、今日も汗かこう。チクタクできるかな。チクタク。でも基本中の木の技だから多分できると思うんだよな。基本中の木らしいから。そんなに難しくないはず。いけるっしょ、多分。和道さんみたいな生活に憧れます。自由な感じで。ネタなのか、ネタなのかガチなのか本気で分かりづらいな、これ。このレイ君のは俺どう対処していいの、みんな。これネタなのかガチなのか分かんないんだけど、これ嫌味言われてるって捉えたらいいの、どうすればいい、みんな。みんなどうさばいていいの、これ。和道さんみたいな生活に憧れます、自由な感じで。これ嫌味言われてんのかな。振りが効きすぎて俺なんか見失ってるわ。なんかアンチコメントなんじゃないかって思う。もう自分が振りを効かしすぎて本気なのか嘘なのか全然わかんなくなっちゃったよ。あ、ありがとう、うん。俺が戸惑うわ。振りが効きすぎたわ。あ、ありがとう。はい。自由にやってます。はい、あんまり振りも効かしすぎるとダメだな。ダメだ、やりづらいわ。逆にやりづらくなってきたね。詐欺で捕まった障害者が配信で 夢をつかむ24時間テレビよりマジで感動するぜっつって。生ポだしな、元な。底辺地獄の底まで落ちたやつがあのどこまでいけるかっていう放送だからね。感動するだろ。放送を理解したコメントなのかな。じゃあ嫌味言われたの俺。だん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 分かんなくなってきた、本当に。慣れって怖いよ。叩かれるのに慣れすぎてて、優しくされると戸惑うから。どうしたらいいか分かんない。
着替えていこうかな。おー、真っ暗になった。もう大丈夫でしょう。もうサラリーマンいないでしょう。もう夜の7時だし。じゃあ、あと10分で終わりにしますね。スケボーやりに行きます。もしね、スケボーとか興味ある人いたら、見に来てください。ちょっとスケボーはガチで練習しようと思ってるんで。キラコメにヘラルってすごいよね。俺の枠だけだろうね、多分。多分、配信会長いけれども、初、キラコメにヘラった男だよ。キラコメにヘラるやつ初めて見たんだ。あーんつって。褒められるの苦手だね。子供の頃からさ、親から愛されなかったから、褒められるのは昔から苦手だね。戸惑うし、照れるね。はにかんじゃうんだよね。本気で褒められるときはね。嫌味で褒められてるときは別にいいけど。苦手っすね、僕は。褒められるのに慣れてない。あ、YouTube チャンネル登録ありがとうございます。ぜひ、YouTube チャンネル登録まだの人はよろしくお願いします。お願いします。YouTube、力入れてるんで、もう少しで目標達成できそうなんでお願いします。SK8 ってなんだっけ ?SK8? ワトさん素敵だよって、うるせえわ。うるせえわ。もう、見失ってるわ。何も信じらんねえわ。自分の振りのせいで何も信じられねえ。疑心暗鬼になってきたね。疑心暗鬼だわ。飯何食おうかな。ステーキ食いてえな。でも汗かくから、今から飯食わない方がいいか。思いっきり汗かくか。褒められることが苦手な人は自分が褒めてくれるとき、嘘のことが多いから相手が褒めてくれても信じられないから喜ぶ。長い長い長い。短めでお願いします。長くてよくわかんない。ゴミ加減。あ、でもね、俺本当に思うんだけど、俺は、配信って何なのかって言ったときに、自分のダメなところどれだけさらけ出せるかだと思ってて、取り繕おうっていうのはないよ。その本音で話すっていうか、ゴミさを出していくのが大事だと思ってる。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。乗っかっていく。乗っかる。大事です。乗っかっていきましょう。でも、人間って基本、聖人じゃないし、神様でもないし、天使でもないじゃん。だけど、あえて悪魔になる必要はないと思ってんの。過剰に、ゴミさは出すっていうわけじゃなくて、素直にゴミでいるっていうのは大事だと思うよ。俺は話長いけど読むのが苦手なんだよ。俺文章、褒められるのが苦手な人は、俺ね、自分が褒めてくれてる時嘘のことが多いから相手が褒めてくれても信じないから喜べないらしい。それどこ、誰が言ってんのらしいって。あなたさ、チキントレーダーさんさ、自分のさ、意見をさ、客観的に言うの良くないと思うよ。らしいっていうのは誰が言ったの？ソースを出してよ。自分の意見でしょ。らしいって何？なんか世の中ではそうなってるんだよみたいな言い方おかしいでしょ。あなたの主観でしょ？それ。あなたの意見でしょ？自分に自信がないの。らしいって何？なんていう本？なんていう本？なんていう本？俺読むわ。なんていう本に書いてあんのそれ。検索しないでパッと書いてね。誰のなんていう本？何それ。褒められるの苦手な人は自分が褒めてるとき嘘のことが多いから相手が褒めてくれても信じれないから喜べないらしい。何の本それ。
本のタイトル聞いてんだよ。何の本だよ。おい、言えよ。何の本だよ。おい、何の本だよ。検索してんじゃねえよ。褒められるの苦手な人は自分が褒めてくれるとき嘘のことが多いから、他人が褒めてくれても信じられないから喜べならしいっていうよ。本のタイトルを言えよ、この野郎。読んだんだろ。おい、文章の内容覚えといてタイトル知らねえとかねえだろうな。おい、自分の意見をよ。本のタイトル言えよ。おい、早く。ゴミが。本当によ。将軍先輩、アスペの確率高いんだよね。うん。お疲れっす、安彦さん。お疲れ様でーす。何がらしいだよ。うん。タイトル覚えてないで文章覚えてるとおかしいだろ。うん。てめえの意見が聞きてんだよ、俺はチキントレーダー。お前が何を感じてるか、どう思ってるか聞きてんだよ。わかる？いらねえんだよ、本に書いてあった情報なんか。俺はお前と向き合ってるんだよ。はい、初見さんいらっしゃい、楽しんでってね。もしよかったらフォローしてね。シャマさんいらっしゃい。ドレさんが香川バーで俺の代わりにワドを一日店長にさせてあげてって頼んでた。クソだな、あいつ。クソだな、頼んでもいないし、俺ドレさんに、あいつ、ほんとクソだわ、ドレ。あのね、俺に言ってることはこうだよ。俺、ドレさん、香川さんと一日店長の話聞いて今打ち合わせてるんですよって言ったら、ワド、俺連れてってくれよって。え？って。あ、俺お客さんで連れてって、ちょっと香川さんの放送映りてんだよって。あ、香川さんに、じゃあ聞いてみますけど、あの、本来はリスナーさんが集まる場所なんですよって。いや、俺香川と絡みたいんだよ、頼むよ。え、でも香川さんに DM 送ったらいいんじゃないですか。ワドから言ってくれよ。わかりました。香川さんに聞いたの。ドレさんが、なんか、香川さんと絡みたがってるんで、一日店長、どうですかって言ったら、ああ、ぜひぜひ、ウェルカムですよって。あの、ドレさん、一日店長としてご招待したいですよって、香川さん言って、ドレさんに言ったの。一日店長、OK らしいですよって言ったら、いや、俺だと客呼べないから。俺だと客呼べないから怖い。恥かきたくないんだよ、和道。いや、和道が、一日店長をやって、決まったら俺客で行くから。その時移してくれな。よろしく。っていうの知ってるんだよ、あの人。いや、LINE に残ってるよ。やりとり。裏でそういうことやってて、放送では。香川、俺の代わりによ、和道を一日店長にさせてくれよって。汚えだろ！そういうところが嫌われるんだよ。そういうところが嫌われるところなの。すぐカッコつけるの。だっせえ大人なんだよ。だっせえ大人なんだよ。本当に。やりとり見せてやろうか、じゃあ。ちょっと待って。いや、マジで引くわ。なんでそうやって、俺のおかげでみたいな、恩着せがましいことするんだろう。俺、香川さんとずっとやりとりしてんの、知ってるかな、あの人。本当にそこは直した方がいいと思うよ。ちょ、待って、全部今見せるよ。LINE、どれ。あ、なんでそうやって見え張るんだろう。あの人の良くないところ、そこなんだよな。なんでそういうことすんの？だいぶ前の LINE だけど、ちょっと待ってね。うん。ちょっと待ってね。毎回そうなんだよね。人をね、あの、便所太郎さんにも言ってくれよとか、捨て頃の時、便所太郎呼んでくれよ。あの練習枠に、とかさ。毎回そうなんだよ。ちょっと待ってね。ちょっと待って。あ、電話だったかな。見え張り毎回なんだよ。見え張るんだよ。もう、ドレさんの悪いところそこなんだよな。かっこつけたがるんだよな、すぐ。あのね、電話で話したかもしんない。ちょっと残ってるんだけど。どこだったかな。電話だったかな。電話か。
ていうか消された。ちょっと待って、でもこれ事実だからね、ここ見え張ってもしょうがないから俺。香川店長の話どこだっけな、大阪28だっけって。あ、電話だわ、電話だわ。三鷹のパチンコ屋で電話で話した時だわ。三鷹のパチンコ屋で電話でドルさんと話した時だわ。電話だわ。残ってないログ、大阪28だっけで終わってる。あ、いや豪語してたでしょ。そう、何々してやったから系の人なんだよ、どれは。もうね、そこだけね、昔からなんだよね。裏で、その、根回しして。俺、そこはな、前にも和道言ってたよ。前にも言ってたよね。だから、俺が言ってんの嘘じゃないの、知ってるよね。香川さん、一日店長決まってって。そう、昔からのリスナーは分かってるんだけど、今の、要は、向こうの方が人数多いじゃん。だから、俺が嘘ついてるんだよ。99ならどっちが本当でしょうってなっちゃうんだよ、チーさんの言う通りで。結局、その、なんつうんだろう。でも、俺の過去の放送、1ヶ月前、2ヶ月前の放送を見たら、俺の放送聞いてるから、ほら、安彦さん昔からのリスナー分かってるとか、丸さん前にも和道言ってたよってなるじゃん。だから、嘘ではないのは伝わる。そう、昔から見てる人は伝わるけど、今飛び込んできた人は、いや、和道が孵化してるってなっちゃうよね。そうなんだよ。残ってっかな。の、だからもうドルさんとは文章でやり取りしよう。今度から。ドルさんとは電話で話すと、もう、なんか上げ足取られるから、今度から、でも香川さんとの方にはメールのやり取り残ってんのよ。香川さんの方には、ドレさんがこう言ってますよっていうのは残ってる、絶対。電話で話したことないから。ただ、ドレさんの方に残ってないから、そこなんだよね。弱いんだよね。もう、俺、ドレさんとは今後メールだけのやり取りにするわ。そうなんだ。なんで見えはんだろう。なんなんだろうな。でもどちらも見せていただいてるの、私はそんな疑いもしません。いやでもそのさ、やっぱ配信だってさ、お互い言いたいことを言ってさ、ずれていくわけじゃん。ずれていくわけじゃん。だからしょうがないんだよね。だから、じゃあ、証拠1個出すんだったら、大阪28、27だっけっていう、大阪、ここに書いてあるでしょ、大阪28、29だっけって、これ7月の28なのよ。つまり、俺と香川さんが、大阪の28、29で、その1日店長やるスケジュールで調整してますって書いてあるでしょ。これ大阪なんだよ。だから、ドレさんは、俺が香川さんと1日店長のやり取りしてんの知ってるんだよ。どう思う、ちいさん。これ先月の話なんだけど、大阪28、29だっけって。今28日、これ先月のメールね。で、多分ね、7月の半ばとかなんだよ。大阪28、29だっけって。今28で調整してます。確定ではないですって。これでわかるでしょ？わかるでしょ？だから客で来たいって言ってるの。だから、なんで、俺と香川さんがやりとりしてるのに、やりとりしてて分かってるのに、リスナーの前で格好つけて、ねえ、言うんだろ、そういうこと。分かんねえよなぁ。あーでしょ。で、香川さんの方さすがに見せるのは失礼だと思うから、香川さんとのやり取りはバッチリ、ドレさんがこう言ってますっていうのは残ってるよ。そう、見え張りたいんだよ、おじさんは。おじさんはカッコつけたがるんだよ、あの人。
だからよく言うじゃん俺に、あのね、配信者って自分のダメなところを人になすりつける癖があって、よく捨て子の時言われてたの、和道はカッコつける癖がある、和道はカッコつける癖があるって。俺全然カッコつけてなくて、ドレさんにボコボコにされてるところとか見せてるし、達彦とかにボコボコにされてるところを見せてるのよ。だけどね、俺がそう見えるんだよ。ドレさんは自分の中に内包してるから、自分がカッコつけたがりだから、そういう風に俺のこと見えちゃうの。だから配信者ってだからブーメランなのよ。その人のことディスるとき、自分の中の分かってない潜在意識で語るんだよね。ああ、釈迦って言って文鳥飼ってますよ。釈迦って鳥飼ってます。そうなんだよね。そう、だから香川さん多分いきなりその振りキョトンってなったと思うよ。えみたいな。えって。多分香川さんはどう切り返したのかっていうと、いや、ドルさん一日店長やってくださいよって言ったはずなの。なんでかっていうと、香川さんは結構ウェルカムな人なのよ。ぜひぜひ一緒にやりましょうっていう人だから。だから多分その一日店長やるのが怖かったんだよ、客呼べなくて。そのゆいがさんとかの見て、で和道に逃げたんだよ。いや、和道呼んであげてよみたいな。だ、俺はそこだと思うよ。そう、自分が客呼ぶ自信がなくて、恥かくのが嫌で、カッコつけたくて、いや、和道を、みたいな。後輩を、俺なんかよりも後輩ちょっと助けてあげてよ、みたいに言い回しをするんだよ、あの人。絶対それでしょ。絶対それだよね。うん。香川さんが一番ですね。香川さんが一番っていうか、香川さんはそのなんかポンプとかハトとかに踊らされないし、なんかそのあの人は人格者だよ、できてるよ。香川は和道、ドレさんになぜそこまで和道を押すのか問い詰めてた。いや、だから分かってるんでしょ、見え張ったなっていうのが。でしょ。香川さんはだってあなた知ってるでしょ、俺と和道くんやり取りしてんのっていうのをドレさんに恥かかせないで、そのなんつうの、遠回しに言ったんでしょ。だからなんで和道なんすかっていう。だから詰められたんだよ。だから分かる人には分かるように言ったんでしょ。いや、面白いよな。いや、めくれてくるぜ、だんだん。はい、こんばんは、いらっしゃい。ドレッチは、いや、キャラになってるからもう安泰だと思うよ。もう落ちることはないと思う。そろそろやばくなるんじゃなくて、もう大丈夫だと思うよ。女性スキャンダル2、3回乗り越えてるから、意外とずぶとい。ずぶとさ大事だから。あ、お疲れ様、ごめんね。あ、お疲れ様。あ、いいよいいよ、歌詞に。あのさ、うん、64って何？あ、ビットレートの数字ってなんか結構ない？ 64 とか128とかさ。いや、ね、なんか、ビットレートっていうのはその配信の出力なのよ。うんうんうん。で、ビットレートを俺は500でやってる。500ね。500、ビットレートの制御。要はアップロードする動画が重すぎるとラグが大きくなるの。
ああ、そういうことか。こっちから出力してる動画が大きくなれば大きくなるほど、ラグが発生するってことね。そうそうそう。要は受け取る側もさ、最高画質が超最高画質みたいになっちゃうから。ああ、そういうことか。そう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 。だから軽めに配信するといい。ああ、なるほど。結構ロングでやりたい場合とかだったら下げといた方がいいね、じゃあ。ロングっていうかね、基本ビットレートはみんな5、600に抑えてるよ。5、600。うん、で俺は500で音声ビットレートが94とかに抑えて合計600ぐらいのビットレート。ああ、なるほど。なんかね、ネットで一応調べたんだけど、うん、なんかそれの通りやったんだけどね、家雑してる時でも、うん、まあ早くても5、6秒のラグぐらいになっちゃう。 OBS はラグりやすいよ。あ、やっぱそうなんだ。うん、みんなそう。俺もそうだよ。ひどい時1分ぐらいラグる時もあるよ。いや、めっちゃそれ配信しにくくない？しにくいけど、みんなうまいことやってる。トークを長めにして、コメント拾う期間のスパンを長めにトークしてるとか。ニコ生が軽すぎるんだよ。そう。瞬発的に、瞬間芸じゃん、ニコ生は。そう、だから俺なんかもうニコ生仕込みの米拾いになっちゃってるから、ふわっちのそのスタンスがちょっと、なかなか慣れなくてさ。ふわっちはね、結構ラジオっぽい放送好きな人が多いかもしれない。コメントをさばくっていうよりも、一人語りをする人が受けてるよ。あ、なるほどね。うん、ニコ生出身の人が手こずるのがみんなそこだね。だよね、みんな言ってる、本当に。うん、でもあれでしょ、ニコ生出身でうまく対応してる人ってさ、閲覧取ってる人って自分語り系の人でしょ。うん、そうだね。うん、だから大体竹乱では一桁の人ばっかりじゃない。そう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 。うん、なんか語りを送ったらいいよ。あ、そうだね。うん、わかった。今配信中だった？今配信中だからメール返せないから、もう電話で話そうと思って。あー、なるほど。いや、なんか配信外のテンションと違いすぎたから、あ、これ配信中だって一発で分かった。さすがだ。あ、うん、うん、ありがとうね。はいよ、頑張ってね。助かるわ、ありがとう。うん、はいはい。よいしょ。なんか配信の設定が分かんないんだって、カッシーニが。うん、パイセンのキャバクラボーイみたいな格好受けた。はあ、はあ、どうなんだろうね。見てないからわかんないけど、うん。いや、カッシーニ、カッシーニ、カッシーニ、ニコ生の配信者、フワッチもたまにやってるけど、カッシーニ、うん、あー、こんばんは、マイネー、こんばんは。今からスケボーやりに行こうかなと思ってるよ。最近スケボーにハマってるの。スケボー面白いよ。カッシーニ、そう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 、カッシーニっていう配信者、ニコ生だと結構有名かな。暗黒野球とかに出てる子で、暗黒ラーメンとか作ってる子。うん、風船プレゼントありがとう。見た？少々ですか？だんだん今日技初めて、その、今までは普通に乗ることしかできなかったんだけど、基本中の基本技？スケボーの。今日はそれにトライしようと思って、技やります。バカ2つありがとう。あ、わかった？安彦さん。暗黒野球の暗黒ラーメン作るカッシーに。そう。中堅どころだね、ニコ生では。力持ってるよ。閲覧も持ってる。あのニコ生だと、うん、YouTube で多分カッシーニで検索したら、カッシーニニコ生で検索したらいっぱい動画出てくると思うよ、うん、じゃあそろそろ終わりにしようか。
皆さんありがとうございます。たくさんアイテムありがとうございました。次枠はですね、1時間半から2時間ぐらいスケボーをやろうと思いますので、ぜひ、スケボー練習枠遊びに来てください。たくさんアイテムありがとうございました。お疲れ様です。次枠いきます。オツです。